田ショコラです。本日カプコン TV 第5回目、アメリカザリガニさん芸能生活20周年おめでとうございます。ありがとうございます。ズバリ初めてのお仕事でいただいたギャラはいくらですか？チューリップの球根いっぱいいただきました。球根お金じゃないんです。最初玉ねぎかなと思って調理しようと思ったらなんか札ついてて白いチューリップって書いてました。いらんわこれ。どんなお仕事だったんですか？いやもうほんまにあのね、商店街でブロッコリーを売る仕事やった。ブロッコリーなんでか分からへんよ。誰が取ってきたか分からないですけど、まあ花持てみたいな、そういうことなんですかね。花咲かせろみたいな意味合いと取っております。よかった。はい、9月に入りましたがまだ借りは取れておりません。 MC のアメリカザリガニ平井でございます。つながっていくぞ。みんなとつながっていくからな。なんかあったら助けてね。はい、そしてはい、ニコ生をご覧の皆様こんばんは、池田ショコラです。よろしくお願いします。おっ、かわいらしい、かわいらしい、つながる。そして、9月は占いでモテ期と言われ喜んでいる橋本さんです。お、はい、カプコン宣伝も橋本です。よろしくお願いします。おー、あれなんか来てなさそうやな、モテ期が。この顔来てます？モテ期。いやでもゲッターで飯田さんはこう9月からグイグイ来ると。あ、まだ3日目。そうです、3日目。だからもうまだまだそろそろ来るんじゃない？外あたりにこうキャーみたいな感じで。それない。出待ち。それない。出待ち、キャーみたいな。橋本キャーすいません、本当に。いやいや、こんな状況がね、ちょくちょくあるんでね、皆さんそこはのコメントでカバーしてやってください。そうですね、楽しみますね。お願いします。お願いします。今日ふなっしーみたい。やめなさい。ひらっしー、ひらっしー。そんなことないし、そんなことないし。行きましょうか。親父。あ、こら。行きましょう。なんやねん、振るだけ振って行きましょうね。ほな、あんたやりなはれ、MC。あんたがやりなはれ、もう。ほんまに、今日もゲストが。ひらっしー、行きましょう。なになに、もうひらっしー、統一して。もうそれ、ひらっしーで行くのね、今日は。今日ひらっしーで。分かってなし。ひらっしーで行きます。分かってなし。はよ、進めて。みんなもう怖いわ、ツッコミが冷たいわーい。さあ、今日もゲストが来てくれておりますよ。はい、本日のゲストは泣く子も黙る宇宙海賊ゴージャスさんです。どうぞ。来た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 よ、来たよ。ワンツー、君のハートにレボリューション。どうもゴージャスでーす。イエーイ。平井さん、何、トコラちゃん、いいスタートから始まりましたね。おー、いいスタート、いいスタート、それ、ここ、いいスタート。ちっちゃ、ちっちゃ、見えへん。寄ったな、ほんまに書いてあるわな。よっ、最高の状態から始まりました。うわ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 、最高の、最高、いいスタート、最高の状態から始まりました。よろしくお願いします。今日は、いや嬉しい、荒れるで今日は。すごい、嬉しい、夢叶った。いつまでその格好でおんやな。いや、まだまだ全然これでいけんそれ。僕全然売れてないから、まだ全然。あれ初めて見ましたっていう人がいっぱいいるから。いやいや、新規がいっぱいいるから。いやいや、もうほんまにずっとやってくるんですよ。すごい、鳥がね、鳥がね、ついてる。ほら、ね、鳥使い、宇宙インコのアンジェリーナっていうのね。宇宙インコ、宇宙海賊と宇宙インコで。いや、すごい、もう長いやってよ、ね、若そうやけどね、見た目ね。ね、本当に、うん、何歳なんですか？何歳聞いちゃう。聞いていいのかな。ちょっとあの、閣下みたいに10万何歳みたいな思うでしょ。思う。ゴージャス35歳。そのまんまかい。でもまだまだ、でも、宇宙海賊は5億歳まで生きるからまだ赤ちゃん。お前よちよちやないか。お前バブーバブーやるか。知らないこといっぱい。バブー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 、ダメバブー、もういい加減しろバブー。最高の状態が続きますね。いや、ほんまずーっとこれピークや、ピーク。誰も笑ってへん、ピークコメントください。そうですよ、本当にコメントあげてください。本当においしいんでね、コメントがね。よろしくお願いします。さあ、そんなゴージャスを迎えて、はい、今日はどんな感じでいきますか、ショコレちゃん。はい、本日
はですね、うん、明日発売予定のガイストクラッシャーゴッドと、バイオハザード HD リマスター、うん、そして番組後半にはレギュラーコーナーのモンハン情報局をお届けします。はい、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。お願いいたします。頼ますよ、ほんまに。繋がっていきましょう。じゃあ、ショコラちゃん、はい、早速何からいきますか。はい、ごますりみたいになってる。揉み手みたいな。はい、本日1本目に紹介するソフトは、うん、いよいよ明日2014年9月4日木曜日に発売予定の Nintendo 3DS 用ソフト、はい、ガイストクラッシャーゴッドを紹介します。はい、前回の予告通りに来てくれました。ガイストクラッシャーゴッドの攻略隊長、バナ隊長です。どうぞ。バナ隊長、よろしく。来た動線が大丈夫。いや肩幅。はい、どうも。大丈夫。はい、こんにちは。ガイストクラッシャー攻略隊長のバナシーです。汁出た。バナシー、最高の状態が続きますね。最高の状態が続きます、バナシーですよ。バナシーですね。えすごい。何ですか、映画。いやまあ、ちょっとした SF がここで繰り広げられる。いや、ほんま宇宙の海賊とそれを倒す隊長みたいな。そう隊長でそれとなんでヒラシーやねん。俺お前ポロシャツやないか、お前蝶ネクタイの。まあ、こっちはまあバナシーってことですね。バナシーいっぱいおるわ。ゴジャシーってこと。ゴジャシーで言いにくいわ。ややこしい。ややこしい。うまいわほんまに。はよし。さあ頑張りましょう。はい、さあなんとなんと、ほら持ちましたよ。何ですかこれは。見てください、これドドーンと見せかけてバナシー。ちゃんと見せ、こういうのちゃんと見せや。ただでさえ怒られんやで。ま、もう見てはんや、みんな。結構こういうのは後から来るんですよ。後からじわじわ来るでしょ。注意が来るし。でしょ。注意の。で終わってからへこむやめてください。大阪帰ってから結構来るんですよ。大阪から来る。大阪から帰った時に結構クレームがバンバンです。でしょ。ちゃんとやってくれと。仕事でしょ的に。そう、はい、明日発売でございます。そう、ちゃんと見せて。ガイストクラッシャーゴッド、うん、知らんでも。はい、ガイストクラッシャーシリーズの最新作、はい、明日9月4日発売でございます。おお、はい、いいじゃないですか。はい、完成しました、うん、ね、はい、で、ゴージャスも来てくれて、ゴージャスもガイストっぽいでしょ、ガイスト、そうですよ、僕ね、ガイスト、宇宙ガイスト、うん、そう、宇宙ガイストがあってこれやってるみたいなとこもありますよね。いや、違うでしょ。完全初見ですよね。僕はもうカプコンさんにどんどん寄せてって、ね、なるほど、あ、寄ってくる感じの、そのまま社員になろうと思ってえ、マジでやるか。そんな格好で、なんでそんな格好ってみんなこんな、最初からかぶるんでやめてもらって。何がかぶんのよ。こっちも商売。いや俺かぶるって言われてるのもなんか心外だな、ちょっと違うんだけど。面白いおじさんですもんね、こんな。そう、いや、やめてください。仕事でやってる。仕事でやってる。さあ、盛り上げていきましょう。終わったか、漫才。大丈夫でございます。で、今日は、はい、何を紹介してくれるんですか。今日はね、まあ今まで、はい、たくさん出させてもらって、うん、ライストクラッシャーゴッドを見せてきましたが、ああ、改めて、うん、やっぱりこうね、製品版できたんで、はい、はい、いいとこね、たくさん今日はプレイでお届けしたいなと。え、じゃあもう隊長が直々にこうご指南していただけるような。もちろん攻略隊長なんでね。なるほど。でもね、今日はね、ちょっと違う。攻略隊長と言ってるぐらいなんで、はあ、攻略隊員なの。実は隊員がいっぱいいるんですよ、僕ら。その上の隊長。そう、その中から今日はね、一人ちょっと有力な、お、かなり腕利きのやつを、うわー、これは楽しみ、連れてきてるんで、まずはちょっとそいつにね、うん、頑張ってもらおうかなと、ええとこ見せてもらおうかなと嬉しいですね思ってますんで、はい、ガイストクラッシャーのね、攻略隊から一人、うん、ゴー隊員という。ゴー隊員、はい、え、私しているという。違う、ややこしい。私じゃなくてゴー隊員、あれ、はい、ゴー隊員が、ゴー隊員も来ると、はい、ゴー隊員が来てると。あれ、ゴー隊員まだ、ゴー隊員がどうするとしれっと、あれ、しれっと、ゴー隊員が来たー。なんやねこれ、なんで喋らへんお前、あれやろ、もうちょい早く来るって言ってたやろ。言ってないです。お前今頃遅れてきやがって。お前何のミニコンって何だお前、今頃お前ショコショコ来てんちゃうぞこれ。あ、ショコラギャグ。そう、はい、ショコラギャグ。はい、どうでもいい情報ばっかり入ってる。私後ろ行きます。ね、今紹介したようなこちらでございます。ずっと出しときましょうこれ、はい、ということで、うん、ショコラギャグも今日もね、ホームランをかました。いやいや、ほんまや、場外ですよ。ちょっと聞いてなかった。え、今日もうこれ終わりですわ。いや、最高の状態続いてますから。なんでや、最高の状態まで。初めて冷たく足られて。そうですよ、ちょっと嬉しかったです。今日はちゃん、などっちやねん、はい、今日はね、
せっかくね、攻略隊のゴータンがやってきたんで、はい、まずはちょっといいところを見せたいなと。ちゃんとやっていきましょう。ちゃんとやっていきます。ちゃんとやっていきましょう。はい、あのね、今日はあの時間もたくさんもらったんで、あのシングルプレイもマルチプレイも見せますんで、まずはね、シングルプレイでちょっといいとこ、アイスクラッシャーゴッドのいいところを見せたいな。ああ、見たい見たいです、見たいです。で、まず最初にほう合体に挑戦してもらうガイスはこちら、どうぞ。モンスターガイマガラ。あ、これはこれあの前々回ですかね、はい、あのこちらで紹介させてもらったモンスターハンター 4G とのコラボガイストで、まあいろんな角度から物議を醸しているコラボガイストでございます。勝手にやったんでしょ。いや違って、やってないです。勝手にはやってない。やって、いや、ちゃんとしたコラボ。あのコラボコラボ大丈夫。なんやねん、そういうとこ詰まるから怪しい。大丈夫大丈夫大丈夫。今ちょっとこの狭い視界にチラッとヤバい人が入ってた。ちょっとまあまあね、遠くで見てある感じですよね。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。ほんまにコラボ、ほんまにコラボ、うん、はい、いろんな資料ちゃんと見たし、うん、見たし、ね、ちゃんと見たんでしょ。ちゃんと見ましたよ。それ借りて、借りて。なるほど、はい、豊富にあったんでね、結構会社に。なるほど、はい。まあそんな大丈夫、大丈夫、大丈夫、安心して、ね、ちゃんと、ね、ちゃんと情報を出さないと。はい、うん、そんなねガイマガラに今日はゴータイに挑んでもらうんですけど、はい、せっかくなんでね、あの使うガイストギアもちょっと変えてますよと、はいはい、それがこちら、はい、どうぞ。お、はい、使用するね、ガイストギアは熱血雪村。おお、これはあの戦国バサラ4に登場する、はいはいはい、まあバサラ4というかね、バサラシリーズずっと出てるあの真田雪村、うん、これをモチーフにしたコラボガイスト。武器もね、はい、ちゃんとあの槍2本持ってましたよね。持ってあれあれまだまだ、まあ、あのまあまあまあ、まあ、4G とねちゃんとコラボしてるっていうところをねちゃんと押していきたいなと、ね、関心いますやん。会長、いや大丈夫、関心いてますよ。大丈夫ですよ。わかりますこの状況。いやちゃんとあの法的な処理はしてるんで。いやもう見てる人が、うん、めっちゃ心配しますよ、うん、おかしいねこれ。圧力かかってますね、今この状態でずっとなんで立って見てる。大丈夫です、大丈夫です、安心してください、はい、じゃあそんな感じで。そうですよ、はい、いいですか、ちゃんと説明してる、ね、プレイに行きましょうか、うん、はい、じゃあ豪太に熱血雪村でモンスターゴアマガラ、あ、違うわ、ガイマガラ。ほら見てる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 、モンスターガイマガラに挑戦してもらおうと思います。見てほら、めっちゃ見てる、ほら笑てへんよ、全然笑てへんよ。なんでそんなん言うの。やっぱりね、やっぱり乗れるもんには乗りたいって言う。乗りすぎやあんた、はい、ほんまに。じゃあそれに挑戦してもらいましょう。ゲーム画面見せてもらえますか。行きましょう、お願いします。はい、はい、よかった。これがね、熱血雪村のガイストギアですね、うん、これがあのウェポンフォーム、あ、メールフォームですね。で、ウェポンになるとこの槍2本ちゃんと持ちますよと。かっこいいですね。はい、うん、これは全然揉めてないですよ、大丈夫ですか。何も言ってへん、何も言うてへんわ。じゃあこれで揉めてるみたいで、じゃあこれでいきましょうか。お、はい、じゃあガイストうんと、あー、来ましたね、はい、ガイストクラッシャーのね、攻略のまず基礎として、属性が存在しているので、はい、炎、氷、風、地、雷とね、うん、はい、その5つの属性の優劣関係をうまく使うという攻略情報があるんだけど、今回は敵は雷属性で、うん、こっち側は炎なんで、これ別に優劣関係ないと。ないですね。あえてちょっと厳しい状況でゴータンが挑んでいるので、ちなみに属性が有利だと敵にこう攻撃されて吹っ飛んだりもしないし、うんうんうん、あと与えるダメージも多い、うん、かなり有利に進めることができる、うん、ただ今回はそれなしなんで結構腕が問われるところ。おお、ちゃんとね、テクニックも必要なゲームですもんね。結構ね、アクションとしても今回テンポが良くなっているので、はい、よりスピーディーな、あ、これがあれですね、ウェポンフォーム。お、あらららあれ、これバサラファンの方ならね、見ていただいたことがあると思うんですけど、うん、これは真田幸村のグレン脚ね、はい、モチーフにしたコラボ技です。モチーフにした、モチーフです、はい、モチーフにした。だからこれも結構会社にいろんな資料がね、たくさんあったんで。それはもちろんちゃんと許可、え、ね、ちゃんと許可をいただいて。いや、ちゃんと許可は取ってます。ポストイットで借りますって書いといたんで。その程度かい。大丈夫です、後から呼んでくれたらええかなと。ヘッて貼ってあるだけじゃないですか。いてなかったんでしゃあない、まあ夜やからしゃあないかなって。いや、予算やよ、ね、いつ貼ってまんねん。さあ、さすがゴータン、うまいでしょ。いや、うまいっすよ。もう最初から出てきていてほしかったほんまもん。あれ、お、来ましたよ。来た、ガイマガラだ。完全にガイマガラがやってきたぞ。あれ、あれ、お、俺がモンスターガイマガラだ。おお、あれ、おお、
ほらほら入ってきた入ってきた。ごめんなさい、これ声の陰もあるんですねこれ。ちょっとやめてもらいます。僕サラリーマンなんで中びしゃびしゃになるんですけど。僕初めて見ました。いやちょっとそれやめてもらいます。これほらほら大谷頑張って。攻撃とかよく見てますね。あー見てる。めっちゃ思ってるやん。そうですね。多分ね。どのハンターよりも資料豊富やと思うんですよ。いや、そりゃそうでしょ、うん、いっぱいあったんで。あれおい、やられたよ、これ頑張って。はい、じゃあちょっとここであのルールの説明をしましょうかね。あの、下にある2つの、あ、ここで、これガイストアーツですね。これ出すと、はい、敵が気絶することができるので、倒れてるところにさあうまく攻撃当てて、特に気絶してるときはウェポンフォームで一気に攻めるというのがね、これ成功法でしょう。これゴータンね、リハと違って完全に苦戦してる。あれなんか攻撃も似てるな。これ青いゲージが下が、あの下の青いゲージが体力で、黄色いゲージがあの気絶ゲージなんで、はい、攻撃するとどっちも減っていきます。で、黄色いゲージが0になるとさっきみたいな気絶状態に。ふーんってこれなんでマイク持ってる。気絶するんですね、このまま。気絶しますね、気絶しますね。今チェック入れてる感じですよ、もう。いや、言うたら、ポストイットが入ってたんですよ。いやいや、もう完全に今チェック入ってますやん。明日発売や、言うてんの。見てください、これね、あの肩のね、爪がちゃんと稼働するっていうところは見事に再現、ね、再現稼働って稼働するね。さあ後ろに回りこ、あとね、ゴータンですが、今回のジャストスライド、これジャストスライドですね。はい、あの敵の攻撃に合わせてアクションすると、うん、綺麗に一瞬で後ろに回り込むと。このポッと倒れるやつですか。一瞬で後ろに回り込むで見ててください。きっと彼ならやってくれるはず。回り込め、回り込め。あ、やっか、今回り込みましたよね。回り込めてないですね。込めてない。はい、結構ね、あのタイミングよくボタンを押さなきゃいけない。あ、これですね。これ行きましたね、今。あれだと一瞬でこう後ろを回り込んで、後ろからだと大体あのダメージが 1.2 倍されるので、うんうんうん、あ、これ有利。よし、ピョッタチャンス。もうええ加減かと。ちなみにここまで2落ちと。なるほど。かなり危険な状態ですよ。あ、さらにここからドライバー。あ、これ一気に攻めてますね。おバナ隊長がもう一押し言うてるみたいな。ほんま、劣化がいるから。なんなんこのラッキーパンチ。隊長の位置おもろいですよ、そこは。吹き出し出てくる。あのガイストはね、あ、飛んだ飛びましたよ。さすが。あ、お前、これ見たことある。結構ね、あの体力を削ると攻撃パターンがこうガラッと変わるんで、前半戦と後半戦で、うん、はい、展開がかなり変わると。これがガイストのポイントですね。はい、危ない。お、うまい、マリコだ。マリコンで、これはエクストリームフォームをできる。無理。喋れへん。やばい、端っこやね、端っこ。やばい。あの成功法ですけど、端っこに追い詰められると不利なので、今一気に後ろ取りました。追い詰められないようにしましょう。こっからもうすぐ。おーい、また尻尾が、これ長いね、これね、資料通りに作ったからな。おお、これアイクストリームですね。おー、はい、これはこれがガイストそのものになれるのね、エクストリームフォーム。あの社内ではこういうことにはなってないですよ。あのモンハンのバサラーこう仲良くね、手取り合ってやってるんで。何も聞いてないですよ、そんなの。飲めたりしないですよ、大丈夫ね。おお、いける、いける、よっしゃ。クラッシュしました。うわ、これはすごい。ゴータンにさすが。いやー、よかったよかった。あ、監視の方も今静かに去っていって大丈夫です。ね、もういろんな、セーフです。いろんな意味でドキドキしちゃって。いやー、でもエキサイティングですね、非常にね。そうですね、ゲームもコラボもエキサイティングで。そうですよ、ゴージャス。どうですか。いや、すごいですね、やっぱ HG さんのすごいプレーが見えて。なるほど。え、ね、HG? あれ HG? レイザーラモン HG さんじゃないですか。え、違うんですか。なんだ。おー、最高の状態続いてる。分かりにくいわ、分かりにくいね。最高、ここで HG 分かりにくいよ。僕が一目見た時、あ、HG さんだと思って。いやシャーとかやったらまだ分かるけど。あ、みんなもどう思った。僕も古いのかな。いや、びっくりしちゃった。まあでも何かあるのかな。でもやっぱりね、何もなかった。エキサイティングなゲームですから、はいはい、こう通信プレイで楽しんだりね、うん、もうできますもんね、はい、全然僕よりちゃんと説明してくれてますね。ねえ、そうなんですよ、はい、まあ今作からあのネットワークプレイが可能になったということをお聞きしておりますが。本当ですか、はい、どこで書いてた、台本で書いてたんですか、それ。いや、もちろんですよ。なんで僕が噂レベルで喋らなかった。はい、今回からインターネットプレイでね、遠くの方とも協力プレイが楽しめるようになっているので、うん、はい、前回はね、前
原作はあのワイヤレス通信プレイで、うん、近くの人しか遊べなかったんですけど、今回からね、うん、あの遠くの方ともインターネットで楽しめるようになってます。いやいや、そうでございますよ。まあそのマルチプレイがね、ガイストはあの前作からも魅力の一個だったんで、うん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 、ちょっとここでマルチプレイをちょっとお見せしようかなと。あ、見たいですね。でね、これね、ちょっと僕ね、うん、いろいろありまして、はい、初めてこれガイストクラッシャーゴッドをお見せした時に、あのガイストクラッシャーゴッドってあのゴッドガイストっていうね、ゴッドってついてるように、はい、ゴッドガイストすごい強いやつがいて、ますね、でそれを、まあ、倒しましょうと攻略大事なんで、うんうん、見事返り討ちっていうね、残念ながらね、はい、強かった、まあ、そういうちょっと悲しい回があったんで、ありました、うん、ありました。今日はちょっとゴッドガイストを倒そうと。お、ちゃんと、はい、発売1日前に倒しますよと。1日前にやっちゃいましょう、はい、見せますよと。どういう面々でやられますか、はいはい、そのためにちょっとカプコン選抜メンバーで今回行きます。あ、本気ですね。本気ですね。来ていただいて申し訳ないですけど、ここはちょっとガチで、ガチで、はい、いいとこ見せますんで、うん、はい、もちろんあのバナ隊長入ってます。入ってます、はい、隊長。そして先ほどいいプレー見せたゴータイン入ってます。ゴータイン入ってます、はい、うん、そしてこの後ろにいる宣伝の橋本が、お、ルナ橋本、ルナ、ルナ橋本、うん、はい、引っ張るな。そして会場のどこかで通信をしている某宣伝美女が、宣伝美女、はい、どこかでいます。すごい、さあ探してみよう。本人嫌でしょう、ね、美女ですね。また怒られますよ。すいませんでした、先に謝っておきます。そこの PR いらないんで、はい、じゃあやりましょうか。今回挑戦するのはこのガイストです。どうぞ。お、はい、強そう。ゴッドブラフマン。うわー、これ大丈夫ですか。はい、聖獣神ゴッドブラフマン。一番初めやられたのはゴッド火の核土っていうね、はい、炎属性だったんですけど、うん、まあこれもちょっとサービスということで、同じガイスト見せても仕方がないんでね、うん、これあの動いてるのは本邦初公開と。ありがとうございます。はい、このゴッドブラフマンにこの選抜メンバー4人で挑んでみようと思います、うん、勝ってね。はいはいはい、こんな感じですね。はい、はい、今回ねゴッドブラフマーはこれレベル49なんですね、うん、ですが我々あのカプコン選抜メンバーですので、ちょっとあえてレベル下げて、はい、みんな46と。お、なるほど、はい、ちょっと低いところで挑みます。大丈夫ですか。いや、きっといけるでしょ。いきましょうよ。はい、じゃあガイストーンの掛け声でいきますんで、うん、よろしいですか皆さん。はい、いきますよ。おはい、せーの、うん、ガイストーン、あーん、さあ来い。さあ、いい感じで始まりましたよ。いいスタートから始まりましたね。よー、来た。いいスタートからね。いや、そういうのやってもらっていいですか。やりましょう。あ、やばい、ちょっとマジでね。おー、ガチで行くためにね、カメラもこれ僕引きで。どういうことですか。これはあ、この引きをね、カメラはね、こうやってあの引き寄り描いてます。最長だ、これ。いや、でも引いてる方が全体が分かりやすいですよ、今状況的に。ゴッドブラフマはね、見ての通りちょっと狼男的な形をしてて、あの、長い爪と、そして何よりですね、この巨体なのにこのスピード。いや、スピーディーですよ。やばい。あ、攻撃も強力ですね、これ。これがね、厄介なんで、いかにこう動きを読んでダメージ与えていけ、攻撃当てるかと。お、はー、結構立ち回ってますね今ね。 CP01 のこういうのに当たるとやばいんですよ。あー、一気に削られる。こういうのをうまくさばきつつ、あ、これ危ないよ。うん、ゴータンは全く、あ、でも今いい感じで体調後ろ取ったんで。お、ゴータンはもうすごい攻撃を全然受けないな。はい、以上ですね。これ手前に僕映ってるんですかね、この丸い玉2つ乗った赤と黒のスカーレットウルボロスっていうのがこれ隊長やってます。はい、隊長です。皆さん応援してあげてください。よろしくお願いします。ほんまに頑張りますよこれ。あ、もうちょっとね、気絶するんで。頑張れ隊長、頑張れ。ファックスの方もお待ちしております。ファックスやってたのこれ。頑張れ。あったの、いつでも機能してるの見たことがない。隊長頑張れ。お、頑張れ、コメントが増えてきました。頑張れ頑張れ。本当だ、惜しき絶対した。お、頑張れ頑張れと。さあ、だいぶ減ってきましたよ。気絶すると、さっきと説明したようにウェポンフォームで一気に攻めるのがセオリー。 お、これゴータインかな。ゴータイン、お、来ましたね。 お、もう一押しだと。出るん違う。また隊長の上に吹き出しが。俺の画面では全然分からない。あ、これ、はい、これゴータインが、ゴータインが今これエクストリームフォームになってますね。エクストリーム、おー、すごい、かっこいい。平井さん頑張れ、辻ピー頑張れと。ちょっと待って、ありがとうございます。辻ピー見てるんですかこれ。大丈夫ですよ、コラボ合わせてゴータイン頑張れ。おー、
これどなたですか、これ橋本さん。お、行きますか。ナイスナイス。おお、倒した。さあ、イエーイ。いやー、いいですね。オッケー、素晴らしい。いやー、すごい。これ結構素晴らしいですよ。いやー、おめでとうございます。今日はありがとうございました。終わり、終わり。これいや違うでしょ。違う、もうちょっと、もうちょっと。いやいやいや、せっかくこれ一回も落ちずに買ったんでね。いや、すごいことですよ。もうちょっと喜ばしてくださいね。え、本当に陰に隠れてやられてる、はい、大体こういう方もいますからね。ああ、そうですね。頑張ってホッとされております、はい、まだバレてないと思いますけどね。大丈夫でございますよ、はい、美人候補が頑張ってますよと。さあ、せっかくねこれ、はい、協力プレイ見せたんで。そうですね、今回ちょっとまだお時間いただいてるんで、もういっちょ、対戦をお見せしようかなと。対戦ね、はい、ほうほうほう。対戦あるんですよ、外側らしさって。はい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 、はい、じゃあこれ2対2で分かれて。そうですね、あのタッグマッチで楽しめるようになってるので、せっかくなんで2対2に分かれて。そうっすか、やってみましょうかね。やりますか、ええ、じゃあバナ隊長とゴージャスの、まああの、そうですね、こっち座ってるんで、ね、これね、はぐれ者チーム。はぐれ者、はぐれてないわ。あと、絵がうるさいチーム。いやいやいや、にぎやかでしょこれ。で、いやいや、いや、ね、花あるでしょこれ。いや、花ありすぎるんですよ。いいでしょ、花もう。こんなもん待ち合わせ場所になってまうわかりやすい、わかりやすすぎて。ここ来てね、ここ来てね、やない、ね、じゃあこの2人と、僕とゴー単位のしっかり者チームですよ。しっかり者、イエス。どうだ、ギリギリ。結構こっちもうるさい。違うのこれ。いや、そういうのやるんですか。このチームポーズ、このチームで原色がすごいですね。このチームでバトルが見えますよね。いや、違いますか、ね、ただ負けたら分かってますよね。ここなんか、それは もちろんね、ネタやってもらいますよ。ネタをやる、ネタをやる、ネタを負けたらネタやってもらいますか。お、あ、2人でですか。ああ、もう2人やってもらいます。ピンでやってます、ね、いや、僕はでも最終的にやっぱりカプコンの人と組んだら、やっぱりそれなりの報酬を受けるんだろうなって。いやいやいや、ちょっとなんかいやらしい感じがするね、これ。これで僕はザ漫才も考えてますよ。そこまで。じゃあこの二人。始まってますけど。始まってね、もともと二人ともピン芸人なんですから。ありがとうございます。ごめんなさい。ピンを否定するとかだけど芸人じゃない。芸人じゃない。はい、じゃあ。お、うん、はい、今日もアンケート取りますよ。はい、そうですね、はい。どちらのチームが勝つか視聴者の皆さんに予想していただきたいと思います。うん、お。はい、アンケートに正解した方の中から抽選でこちらの超レアなガイストの声優の皆様からいただいたサイン色紙、こちら2名の方にプレゼントします。避けたのに。はい、これすごい、相当豪華ですね。これ大勢入ってますね。はい、なおプレゼント当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご了承ください。ご了承ください。それでは準備の方よろしいでしょうか。アンケートスタート。アンケート、始まりました。おお、いや、ちょっとこれどう考えてもらえましょう。体調でしょ、なりますかね。いや、やっぱり体調がいるし、これあれですね、バナー、ゴー、ジャスチーム、どこで切っていいか分かれへんで。どっからどこまで。すごい、ゴー頑張れん、ちょっとおかしいでしょ。あ、それゴージャスさんのゴーね。ゴー頑張りますけども、どっちもゴーなんですよ。ちょっとややこしい。どっちも頑張れってことですね。はい、それでは結果こんな感じです。こんな感じ、こんな感じです。出ました、こんな感じ。お、はい、どんな感じ。あ、来た。あ、結構蹴ってる。いいじゃないですか。分かってる、お客さん分かってる。お客さん、お客さん、お客さん、お客さん分かってあるわ。お客さん分かってますね。分かってある、分かってある。すごい気持ちいいこれ。すごい。いや、ここはもうこの状態で終わっていいですか。ただ言わなかったですけど、僕ズブの素人なんですけど、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。いや、ゲームはよくやるでしょ。まあそれなりにやってる。じゃあ、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 ちょっと最初レクチャーも入れましょうね。はい、行きましょう。はい。こっちはですね、まずあのリーダーがゴータインとゴージャスさんと。お。はい、はい、感じですね。ゴーさんとゴウさんが、はい、なるほど。あれ行かないの、あれやらないの。ああ、行く、いや、あれにしましょう、これ。どれ、バトル始まる時になりました。あ、そうです。まずちょっとね、はい、レクチャーから行きましょうか。対戦見せるのこれ初めてなんでね。はい、はい、まずこんな画面になってますけど、ちょっと引きにして。なるほど。はい、あの4キャラいますよね。はい、あの足元影見えます。はい、青い影と赤い影があって、これ、うん、同じ色の影同士がチームになってます。うん、はい、なのでこれ俺、これ俺です。ちょっと並んでみましょうか。バナ隊長。はい、バナ隊長これです。はい。で、じゃあゴージャスさん、ちょっと、あ、この赤いのがこれゴージャスさんですね。はい、ポーズついてる。はい。で、赤い方でちょっとカメラに入ってきてください。
うん、今入ったのがこれはこれ誰これ割って入ってきたあ、これガイマガラがねこれちゃんとあの虫も、虫もちゃんと再現しましたよ、これえ、何でしょ、これ虫子という虫も再現しで、平井さんがあ、来ました、来ました。僕これですね、幼虫になってる。はい、あ、平井さん来ましたね。僕これですね。じゃあちょっと基本操作、これゴージャスさん用に言うときますけど、はい、あのね、これ大事なこと、はい、この状態で B ボタン押したらこれガードします。 B ボタンはガード、はい、で、離すとバシューンします。バシューン、はい、こんな感じで、で、続きましてバシューン、バシューンやってくださいねR ボタンで、これでホームチェンジします。はいはいはい、すごいな。はい、これ、大丈夫ですか皆さん。大丈夫です、大丈夫です。この状態で B ボタン押すと、これダッシュしますね、うん、こういう感じで。はい、ダッシュだけですよね、今。はい、ダッシュだけですね。ダッシュ、ダッシュします。ダッシュだけ。攻撃はないですね。なので、この状態ではこう、まだね、ガードがないので。はい。で、A ボタン、X ボタン、Y ボタン。はい。はい、これがそれぞれの攻撃になっております。お、わかりました。大丈夫ですか、覚えました。はい。じゃあ、ガイストーンの掛け声で。うん。行きますよ。行きましょう。じゃあ行きますよ。はい、ガイスト。あー、おりゃやばい、殴ったでしょ、今。おりゃいた、紳士協定って言ったのに。これ、これでしょ、これ。さあ、この画面は。いた、いた、チャンス。バナ隊長の画面ですね。バナ隊長。あ、後ろが来た。しかし。もうね、ちょっと2対1で。2人まとめて。2人まとまんないか。これ、左さんでしょ。うわ、板履き。やばい。やばー、気絶状態、気絶状態。めこめこにしてやる。うまい、うまい。めこめこにしてやる。めこめこめこにしてやる。危ない、危ない。来た来た。はい、あの画面上にね、両サイドにスタミナゲージとか出てますけど、あのこの黄色いね、人型というか逆三角形の黄色いマーク、はいはい、これがあの残機マークですね。残機マーク。今回は、ね、あれが全部なくなると負けってことですか。そう、10体からスタートしてるんで、10体取られると負けです。おお、ゴータン来たな、これ強えな。しかしこういう時、バナ隊長これ遠距離技を仕込んできたので、遠くから撃ちますよと。めっちゃ近寄られてますよ。今日だ。いや、寄られた、寄ります。うわ、すげえな。そして危ない、卑怯者。これ、これまたや。いただきもらいます。うわぁ、すげえな。めっちゃ狙ってくる。すごい、すごい。あ、やばい。あ、くそ、しまった。隊長隊長、隊長やばいです。ゴージャスさん負けてますよ、これ僕気絶状態です。隊長、あー、隊長やられてる。うわぁ、ゴージャスさん、その下画面に EX で点灯してれば、はい、点灯してないんですよ。残念、そう、戦いに参加しないでしょ。点灯してないんですよ、ちょっと。よし、これ、ガイマガラ来た。ガイマ、あ、私ですよ、これ。そっち、あれ、ガイシャンス。うわ、外した。あ、でも気絶してる。チャンス、チャンス、チャンス、チャンス。俺は遠距離攻撃で頑張る。うわ、やば、遠距離、遠距離、遠距離。ひど、さらにね、これちょっとホーミング性能がついてる。うわ、ひど、遠距離ひどすぎる。このホーミング、うわ、遠距離、おやばい、追い上げてきた。こう、じゃあそのガイマから一人でお願いします。いきます、いきます、お願いします。うわ、遠距離えげつな。シュピンと、なんて卑怯なの。追いついてきた、やばい、追いついてきた、追いついてきた。でも、あと一回やられたら終了じゃないですか。うりゃー、うわいけると思ったら、いけた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 、頑張って、頑張って。あ、なんで入ったんすか今。うる、あ、やばい、これ二人まとめていけるでしょ、これ。気絶状態、こっち見て、こっち見て、この二人倒して。バナ隊長チームは後がない状態ですよね、これ。後がないです。ほら、うわ、やられてる、やられてる。どっち、え、あれ、勝ったー。バナ隊長が最後、嘘でしょ、勝ったー、イエーイ。バナ隊長が最後やられましたね。しっかり者チームの、あと一撃、あと一撃の、一撃の差でしたね。もうちょっとやったらね。いやー、途中からの追い上げは良かったんやけどな。いや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 、ちょっとこれは悲しい結末ですね。さあ、ネタやってもらいましょうか。もうこんな早く、そんな早い感想、負けのちょっと気持ちとか味わえないですけど。ネタ行きましょう。もう早いやん。もうもう行く、もうサラサラっと行く。いやいや、ね、ネタって言われてもさ、一回しかやってないんで。いや、いや、まだ助かると思うんだよね。いや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 、ほんと、まだ助かると思うんすよね。なんで。いや、だからまだ助かる、まだ助かる、まだ助かる、それおお、それここ、まだ助かる。寄ってあげて。あ、ちょっと間違えない、こっちやで。イエーイ、イエーイ、おお、面白い、面白い、
登山ピークさしてるって今言われてますよ。いや、いい、大人の事情ですね。運営の方がもうイラッとしたよ。登山ピークだぞ今。運営さんが。ただあの登山ピークの皆さんすいませんでした。いやいや、そこの謝り意味が分かれよ。いやせっかくなんでこれ、ゴージャスさんと平井さんちょっと感想言ってくださいよ。え、感想の前に ネタ振るから。いやすごい対戦初めて ね見せたんでね、うん、いやもう本当に最初からいいスタートをね、うん、切れたんで。いいスタートいいスタートうわーここ、はい、いいスタート俺も混ぜてほしかった。どこさしてんねん大海原やねんなんで遭難してんねん目測誤ってんですよこれ見えないから。そう、うなばらさしてました。もう書いてある、うなばら言うて。いやでもね、本当に楽しい、うん、エキサイティングなんで、これはほんま楽しいんですよ、はいはい、あの、うん、ガイストーンの掛け声前に殴ったでしょ。殴りました。あ、反則負けじゃないですかね。もうそれがなけりゃいけたかも、ね、いやいや、そんなことないですよ、もう本当に。もう今日はでも十分でしょ、もうこれでね。いや、ね、もう今日ね、あの、まあ、ゲームプレイはシングルプレイも、うん、マルチの協力も対戦もお見せしたので、うん、はい、まあ、十分ね、ガイストラッシャーの魅力は伝わったと思います。はあはあはあ、でここでちょっと最後にね、お知らせをちょっとだけ、お知らせ、はいはい、お知らせもございますので。お、はい、ありますか。はいはい、ありますよと、やっていってください、はいはい、まずあの明日発売のこの、うん、ガイストクラッシャーゴッド、はい、でございますが、こちらね、あの任天堂 e ショップで体験版が配信中でございます、うん、グーッとやって、いや言ってますね、グーッとやって、バナ大丈夫。こういうの大丈夫。また明日怒られる。ちょっと、はい、体験版が配信中なので、はい、買おうかな、やってみたいなっていう方はね、はい、ぜひあの体験版をやってみてください、うん、無料で遊べます。楽しいですよ、はい、そしてですね、グッズがまたいろいろ出ますよと。グッズが出ます、はい、まずはね、こちら、これ橋本さんが持ってるんですね、これじゃん、はい、じゃん、来たかな、はい、これ何でしょうと。これ何、これね、iPhone? ガイストクラッシャーのモバイルバッテリー。あ、はい、あのお出かけする際にね、こう充電して持っていただくと、うん、ちょっとごめんなさい、あの僕避けた意味ないんでね、映り込みすぎでしょこれ。どっちがバッテリーか分かる。いやいや、絶対分かる、絶対分かるね、これね、片方切り替えて、あのスマートフォンとかね、お持ち の機器にね、充電できるものになってますので、うん、はい、ぜひ試してみてください。そして明日もう一個あります。もう一個ある、はい、こちら、どん、はい、どん、こちらね、コミックガイストクラッシャーの第4巻。え、どっち、どっちですか。いやいや、あの向かって左。ああ、はい、今一個で、今一個でしょ、これゴージャスの花か。いやいや、向かって左やし、左、いや、どっちか分かれへん、大丈夫、どっちが最強ジャンプで連載されてる方。いやいやいや、一個しかないでしょこれ。そうですね、はい、ガイストクラッシャー第4巻、うん、はい、あ、これも明日発売です。しかもね、これゲームで使う、やめてもらいます、これ営業妨害です、これ、はい、ゴージャスも怒られたねよ。終わってからめっちゃ怒られたよ。やばいやばい、もう呼ばれる、はい、多分今も一くくるで俺明日怒られます。、はい、これあの二次元コードってのはゲームに使えるね、はい、お得なコードがついているので、うん、はい、ぜひゲームと一緒にお試しください。お願いします。いや、もう熱い漫画でございますから、はい、うん、これも、まあ、そして、お、もう9月ですよ。ですか、あっという間に9月でございますよ。9月といえば、もう我々ゲーム業界にとって9月はね、うん、もう一大イベントがございます。ありましたね、知ってますよね、雪祭りですよね。やっぱりボケてきたー。ゲームショーでございます。やばい。ゲームショーがございますね。ゲームショーございます、はいはいはい、今年はね、9月の20日と21日に、はい、一般公開デーがありますが、はい、ガイストクラッシャーゴッドのですね、うんうん、スペシャルステージを、はい、カプコンブースで行うことが決定しました。 おめでとうございます。ステージのね、はい、日時は、うん、9月の21日、うん、日曜日、うん、これ、13時から、カプコンブースの、メインステージで行います、うんうん、その名もゴッド級トーク&ゲームステージというちょっとね、大きな名前ですが、いやいや、すごいですね、これね、あのゴッド級というからにはね、はいはい、ゴッド級のゲストとして、あの前回カプコン TV にも来てもらった白金烈火役の山下大輝さん、おー、山下くん、さらにロックボルカン役の小西克幸さん、おー、小西さん、はい、この2名のゲストを迎えてゴッド級のトークとゲームをお届けします。ほー、ぜひ9月21日はね、はい、はい、東京ゲームショーのカプコンブースにお越しください。ありがとうございます。ちゃんと言えた。いや、素晴らしい、もう本当にね、多分明日大丈夫かな。じゃあもう最後にあの言い残したことないですか、はい、大丈夫ですか。一言お願いします。一言です。近くのショコさんにガイストクラッシャーゴッドよろしくお願いします。
今ちょっとね、お子さんとしょこさんとかけたんですよ。お子さんとしょこさん、近くの近くのお子さんに。いや、なんか私が滑ったみたいな。しょこさん滑ってるよ、大丈夫？いや、やだ、ちょっと。ほんまに、大丈夫？まあちょっとね、こう発売直前なんて分かったのが、やっぱショコラギャルの限界っていうのがここにあるから。限界きた。最初から限界でしたよ。本当にぜひ皆さんこれ買ってくださいね、もう。はい、明日発売でございます。ですからね、もう本当にちゃんとしてください。すいませんでした。はい、明日2014年9月4日木曜日発売予定、任天堂 3DS 用ソフトガイストクラッシャーゴッドのバナ隊長とゴー隊員でした。ありがとうございました。はい、では一旦皆さん PV をご覧ください。どうぞ。ガイスト続々参戦。戦国バサラ4から真田幸村とのコラボガイスト熱血幸村が参戦だぜ。ビクトリー・ブイロンのアルファガイストも参戦だぜ。アルファガイレウス、シルバーガイレウスも参戦。さらに、なんだ。4G とコラボ、ゴアマガラとのコラボガイスト、モンスターガイマガラが襲来。コラボガイストを全てクラッシュしようぜ。ガイストクラッシャーゴッド、2014年9月4日発売予定。全てのガイストをクラッシュできるか。はい、ということで、続いては何ですか、ショコラちゃん。はい、続きまして11月27日木曜日に、プレイステーション3、Xbox 360で、そして2015年初頭にプレイステーション4、Xbox One、PC 版で発売予定のバイオハザード HD リマスターを紹介します。はい、では登場していただきましょう。平林芳明プロデューサーです。どうぞ。どうも、ありがとうございます。よろしくお願いします。平林さん、ようこそお越しいただきました。はい、登場でございます ね。はじめまして、じゃあ自己紹介の方をサクッとやっていただいて、皆さん改めまして、バイオハザード HD リマスター版のプロデューサーをさせていただいております平林芳明と申します。本日はよろしくお願いいたします。いや、もう素晴らしい。打って変わってですよ。バナ隊長から。大丈夫ですかね。やっぱ正統派のプロデューサーも必要なので。ありがとうございます。僕ね、カプコン TV 来てやっぱり面白い人多すぎて、みんなどういう感じなんだろうと。ですね。そうなんですよ。多少はちょっとね、まともなパートもいるんですよ。ちょっとね。まあもう本当まともであることを僕も祈るんですけど、多分いろいろと問題もここから出てくる。まあでもショコラがね、今小声で。あ、プロデューサーさんっぽい。エリとか、まあ、エリ的な、やっとでしょ。やっとっておかしいな、これ。いやー、まあでも、今回、バイオハザード HD リマスターの、はい、説明の方をね、もうバンとやっていただければと思っておりますんで、お願いします。はい、まあ本作、もともと原作があるものを、うん、より、グラフィックとかサウンドを高品質にさせていただいたものになります。はい、で、まあ何を、まあ、原作としてるかと言いますと、うん、第1作目のバイオハザードの、リメイク版と呼ばれているものがありまして、これも原作者自らが、まあ、ゼロから作り直したものが、発売されてたものを、はい、今回より、高品質にという形でお届けするものになっております。あの頃のものをグワッと、そうですね、今の感じにグワッと、やっぱり格段に上がっておりますか。ね、
格段にと思ってたんですけど、ええ、なかなかもっとこいつが難しくて、まあ、昔のがもうよくできすぎてて、まあ名作っていう風にずっと言われてる部分なので、あの今回も本当ちゃんと原作楽しみにしていただいてる方々に、まあそこがお伝えできるようにするために、まあ鋭意現在制作中というところにはなるんですけれども、ということはかなり苦労もしている。そうなんですよ、まあ、僕ね、あの原作の時にはデザイナーとしてこの会社に入らせていただいてから最初の仕事がその原作の作業だったんですね。はいはいはい、でやっぱり諸先輩方というか、あの皆さんが魂込めて作っちゃってるもんなんで、もうすごいんですよ、こだわりが、作り込みが、作り込みが、はあ、これも一概に簡単に綺麗にしましたっていうためには、まあ、簡単な気持ちでは迎えないぞっていうところで、チーム全体で、じゃあすごいもう一生懸命やるしかないと、もう本当にすごい大変である、大変である、この苦笑いなかなかないですよ今も大変である、今も今現状、今現在もチームは多分頑張ってます、頑張っている皆さん頑張っておりますんで、はい、ちょっとお楽しみにしておいていただければと思います。でまあそんなこう今頑張ってる、はいはいはい、コンテンツがまあどんな感じになってるのかっていうのがちょっと先日 PV を、ようやく公開させていただいたので、それをここでも見ていただければなと思っております。じゃあ皆さん PV の方ご覧ください、どうぞ。後戻りはできない、必ず脱出できる。ちょっとこいつを見てくれ。何なの？ひどいな。クリス、ええ感じで恐怖度は増してますね。増してますね。いやこれはゴージャスはどうでしたか？なんかやっぱりそのすごい闇の底から起き上がるようなすごいものを、用意しといてくれもうワンテイクいきましょうか何かしら用意しといてくれじゃでも本当に、やっぱ作り手側がやっぱり苦労して、はい、そうですね。僕らなんかすごい楽して作ってんのかなと思って、楽して作楽して、うん、あ、楽して楽して楽してそれどこですかこれここら辺アメリカの決めとけそこは、それを考えたこのプロデューサーもお笑いなのかこれ怖い、巻き込まれちゃダメですよ、これ感染しますから、あ、すいませんすいません、このゾンビ一番ヤバいですよ、あ、よかった俺とコンビ組まねえか、こういうの多いんですよ、若手はちょいちょいね、危ないです危ないです、もうほんまに偉くなります、トマホン、感染っていうフレーズで、はい、そうですね、はい、うまいこといきましたね、これ、ね、ありがとうございます、本当に流してもらって、はい、まあ、今回この HD リマスターを記念しまして、今キャンペーンの方を公式サイトから、させていただいております、うん、スライドの方がありますので、パッとこう出していただいて、はい、ラクーンシティの感染拡大キャンペーン、まさに、うん、ラクーンシティ、ラクーンシティね、感染キャンペーン作ってますけどねはい、こちら、実際の舞台になる洋館がある、ラクーンのシティに、ゾンビが、どん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 増えていくことで、感染率が上がるというようなキャンペーンになってまして、皆さんがこのキャンペーンに参加していただければ、そのお一人様1名ゾンビが街に増えていきますよと、はい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 、でこれがまあ最終的に 100% を超えた時に、この HD リマスターに、ゲーム本体に何かを起こそうと
という形のキャンペーンになっております。はい、実際にその 100% っていうところが一つのゴールなんですけれども、この参加していただいただけでも、はいはい、こちらの次のページですけれども、感染証明書という形のものを、キャンペーン参加の皆さん漏れなく、プレゼントしたいと思ってます。こちらデータの方にはなるんですけれども、はい、逆にそのツイッターとかフェイスブックとかも含めて、まあ、僕はこんな感じで感染したよというものに使っていただけるかなと思っておりまして、これいろいろ書いてますね。そうなんですよ、ランダムでどれが当たるかわからないっていう形で、まあ、名前のところに平井さんなら平井さんと、参加の時に打ち込んでいただければ、はいはい、ちゃんとネームのところに平井さんと入っての下のゾンビタイプが、まあ、この中で一番合いそうな墓場ゾンビとか、ね、俺墓場かい墓場ゾンビ、ね、墓場ゾンビってもうまんまやん、ゴージャスさんとかだったら宇宙海賊ゾンビ、そうですね、宇宙海賊ゾンビね、はい、今のところ入れてはないんですけどこれでもバリエーション増やすこともできるんで、もしかしたら明日以降宇宙海賊ゾンビレアで、すごい、仕事増えた仕事増えたやあれが仕事増えないんですよどんな営業スタイルやこれストロングスタイルやってますストロングスタイルやあれが強いかどうかじゃお前ハートだけやろ強いどんどんいきます、滑っても笑ってるっておかしいやろこらもうほんまに俺アメザリも入れておいてください、アメザリゾンビ的な感じでちょっとややこしいですね、はい、じゃあちょっと明日以降もしかしたら限定で増えるかもしれないですが、まあ、ここにはレアなゾンビになれるというところもあるので、ちょっとこうこんなものにもなれるんだっていうようなものを、見つけていただいても面白いのかなと、はい、思っておりますので、はい、ぜひぜひこれ9月の1日から30日までのキャンペーンになっておりますので 100% 目指して、皆さんぜひぜひ、ね、参加いただければと思います。何が起こるんやろ、気になるね、はい、何を起こしましょうかね、まだ決めてないんで、なあこれもまたいやこれね 50% ぐらい超えてくれれば僕らもこう、おキャンペーンやった甲斐があるなと思うんですけど、はいはいはい、まだまだ 17% ぐらいなんで今はね、はい、うん、ここからガッといきますから、ここからガッと皆さんのお力で、お願いいたします。こちらこそも本当よろしくお願いいたします、お願いしますよ、もうプレイヤーが全部ゴージャスになるかもしれません、全部どれもゴージャス、また仕事増えちゃって、いやいやそんな仕事のスタイル、いやそんなないわ前のめり、こら前のめり、なんか他にもまた情報があるってお聞きしました。そうなんですよ、まあね、ちょっと今回この席を、出させていただくためになんか新しいものを持って今度出させんぞと、そうですね、やっぱここはね資金情報ないと、見てる方がスーンスーンってなりますから、絞り出すのに苦労したんですけれども、スーンというのをこう打破できるかどうかは、はい、ちょっとこれを見ていただければと思うんですけども、ドン、これです、来ました、はい、今回の本作には、原作には入っていないものですけれども、こうウェスカーズリポートの1と2というのを特別収録させていただいております、はい、でこちらの1と2っていうのはちょっと片方が映像で片方が読み物という形にはなるんですけれども、どちらも過去のバイオハザードシリーズの中で特典として付けさせていただいたものを、今回の HD リマスターに合わせて、まあ、リファインを、まあ、完全に綺麗にした状態で作り直したものを入れさせていただいております、とまあこんなスライド見ながら僕の言葉で説明してもなんか一体どんなものよと思っていただくこともあるのかなと思うので、気になりますよね、まあ、本当にどうしたらいいのかな、なんかありん、おうん、なんかここはバスンと出してもらわないとバスンと、はい、ありますか、なんかこうありますよね、ありますね、はいはい、もちろんですよ、はい、映像の方は、はいはいはい、はい、持ち込ませていただいたので映像実際本体で、はあ、こういうような映像になりますというところのちょっと前半の短いところなんですけれども持ってきましたので、ぜひちょっと一旦こう見ていただきたいんですが、はい、1個だけちょっと注意点があります、注意点あります、はい、こちらこのバイオハザードの世界の、うん、裏側をお伝えするような情報がこう多分に入っているので、はいはい、まあ、正直ネタバレなんですよね、あそれはね、はい、はいはいはい、まあ、もうすでに原作を楽しんでいただいている皆さんには全然、うん、大丈夫な情報ではあるんですけれども、まあ、これから楽しもう と、うんうん、期待に胸膨らませている方々もいらっしゃるとは思うので、はい、もしそこのネタバレを、まあ、聞きたくないなという方は音声をオフにしていただきながら、今からですね、はい、映像だけでも見ていただけると、はい、あ、こんな感じの映像なんだ、うんうん、はい、で実際どんな感じになってるのかなというところが分かっていただけるかな、なるほど、はい、じゃあ早速、はい、特別にウェスカーズリポートの冒頭の部分をご覧いただきたいと思います。ネタバレ注意なのでボリューム下げて聞いたりしてくださいね、どうぞどうぞ、バン、
私の名はアルバート・ウェスカー。表向きは善良な製薬会社だが、裏では生物兵器の開発をも手掛けるアンブレラ社で、私は研究員としての幹部を目指していた。しかし、ラクーンシティの幹部養成所である研究員と出会ったことが、私に進む道を大きく変える決意をさせた。彼の名はウィリアム・バーキン。研究分野において突出した才能を持つ男だった。やがて私はラクーン市警の特殊部隊スターズに移ることとなった。アンブレラは違法な生物兵器開発の危機管理上、警察内部にも多数の人間を送り込んでいたのだ。私はスターズ隊長の肩書きを利用し、アンブレラのためにありとあらゆる諜報活動を行った。情報活動をこなしながら、私はある計画を練り、それを実行に移す機会を狙っていた。そしてついにその機会が訪れたのだ。わあ、はい、まだまだこれ冒頭の部分なんですけれども、ね、実際にこれ15分強の映像になってまして、うんうん、ここからもう実際にこう舞台の裏側どうだったんだっていう真相に迫るようなものがこういろんなところで、はい、語られますという感じですね。もうちょっと見たかったけども、その時はもうね製品版を、ね、ああもうその通りでございます。すいません、なんかね本当に、ね、特別になんかしてもらうなんて思っちゃってすいません。じゃあ最後に視聴者の方にコメントなど置いていってますよ。すいませんいやお願いしますやりづらいですね、言ってください、もうバンド。はい、今、まさに、チームの方最後の、追い込みかけて、すごくいいものになるように、作っております、まあ、原作のサバイバルハラーの原点のいいところ、うん、恐怖のいいところというところに、よりブラッシュアップをかけて、いきますので、うん、ぜひぜひ期待して、待っていていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。すごいプロデューサーさんこれだ、ショコラの見てるプロデューサー像はこれだと。大丈夫です、あのザ・プロデューサーこの後にね、こうもしかしたら本当のプロデューサー像が現れてきますから、ね、くるかもしれない、いやいや今日ありがとうございましたいやいやこちらこそです、ね、はい、11月27日、木曜日にプレイステーション3、Xbox360 で、2015年初頭にプレイステーション4、Xbox1、PC 版で発売予定のバイオハザード HD リマスターから平林プロデューサーでした。ありがとうございました。さあ、はい、ということで続いてはカプコンニュースございます。その前に、皆さんこちらをどうぞ。します。本日はこちらの5つのニュースが入ってきてます。じゃん。はい、こんな感じです。お、なんでさ、これは気になるな、これは、いい感じの感じ、気になるぞ、はい、いろいろあるぞ、なんだなんだ、ストライダー飛竜9月4日配信流れてましたね、Xbox One ということでございますね、発売日、同時発売ね、はい、大逆転裁判の公式サイトがなどなどあるんですけれども、こちらの3つをピックアップしてお伝えしたいと思います。はい、まず最初のニュースです、7月25日から開催されております、はい、バイオハザードサバイバルゲームフィールドバイオハザードベースキャンプ川場に、カプコン TV が取材に行ってきました。こちらをご覧ください。ドン。お、お、これはこれ群馬県の川場スキー場。ここですね。ここで、そこですね。はい。バイオハザードと、まあ、サバゲーフィールドが、コラボしております。
もうしぼめといても地球今もう開催されてるんですけども、この時はちょうどはい、メディアさんと、あとクラブ96の会員の一般の方もご招待という形で実際にサバイバルゲームを体験していただこうというところでカプコン TV を取材に行かせていただきました。おおこれ、はい、あおこえこんな感じになってるんですか。装飾とかがかなりバイオハザードのリアルな感じで、あそこにもラクーンシティって本当だ、どこのあんやろ、ね、そうアメリカもうふわっとふわっとすごい、ね、いいですね。そうです、そうです。わあこれ痛そう、当たったら痛そう。サバゲやったことない。これがちょうどやってるところですね。わあ、いやすごい面白いっていう聞きますよ、ねえ、うん、これを君やっちゃおうかな、ゴジャスも。ねえ、その格好でね、うん、いやこれ痛いです、だから、ね、大丈夫これ布一枚ですよ、これ布一枚いや痛いでしょ、プロテクターとか必要でしょ。いやでも狙われやすいんじゃない、これでもほんまの格好でしょ、言うたらリアルな自分と、ね、いやこれでチーム戦みたいな感じもできたり。そうですね、いろいろルールがあって、うん、まあ、はい、そこで参加者で決めたりもするんですけど、で今回、特別にちょっとバイオっぽいルールで、うんうんうん、体験してもらったりとかをしていて、ここにバナ隊長強そうですよね。目立つんじゃないかな。すごい目立ちますよ、ね。弾くんじゃない？パーンって。弾いて、うん、強そう。うん、おお、すげえ。あれ、あれなんか白衣の人がいる。あ、用心警護っていうルールで。用心警護。はい。用心警護。片方のチームは守って。へえ。片方のチームはその用心を倒すっていう。おお、面白そう。楽しそうですね。でこちらの、まあ、コラボなんですけども、うん、今年の10月31日まで、はい、開催しておりますので、やってますか、はい、サバゲー気になる、やってるっていう方もぜひ行っていただければと思います、うん、はい、詳しくは公式サイトをご覧ください。はい、うん、次のニュースに行きます。先日発表されましたバイオハザードリベレーションズ2ですが、本日はコンセプト映像が届いておりますので、まずはご覧ください。はい、バイオハザードリベレーションズ2、めちゃくちゃ怖いじゃないですか。ちょうど一昨日ですね、9月1日に発表させていただきまして、はい、始動しております。で、東京ゲームショーにも出展が決定してますんで。あ、そうですか、はい、これ見えるんですね、ちょこっとね。見えます、2015年初頭発売予定になっております。怖い、どうですか、怖い感じ。いや、怖いです、怖いです。実写
今の PV は実写ですよね。今の PV は実写、はい、怖いわ。もうコンセプトティザー映像ですけど、で途中からね、あのなんかゾンビっぽくなってなっていって、あの女の子がこうちょっと指さすみたいな感じのが、ね、あれは演出怖いで、すごいこと考えますね。よっカプコン、よっよっ乗っちゃった。はい、こちらですね、続報が届き次第番組でもお届けいたします、うん、はい、いや楽しみ。はい、続いてのニュースに行きます。はい、9月18日木曜日から9月21日日曜日まで幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2014ですが、はい、今年のカプコン出展タイトルの詳細を掲載した特設サイトが本日新たに更新されております。はい、先ほどのバイオハザードリベレーションズ2などの情報も掲載されておりますので、こちらのサイトをご覧いただいて、はい、カプコンブースへぜひ遊びに来てください。お願いします。さらにですね、見て、マイカプコンの優待特典や新規入会キャンペーン、うん、プレミアムグッズプレゼントキャンペーンなども、うん、実施しておりまして、こちら両キャンペーンは本日9月3日から開始しております。ほうほう、はいはい、はい。で、プレミアムグッズプレゼントキャンペーンではいろいろな賞を用意しておりまして、うん、その中でもグッドクエスチョン賞、グッドクエスチョン賞、はい、うん、こちらは、ステージの出展タイトルのツイッターアカウントをフォローして、うんうんうん、そのタイトルへの質問をツイートしていただいて、うん、投稿された質問の中で最もいい質問を選んで、うんうん、そのユーザーに豪華景品をプレゼントするというキャンペーンになります。で、なんとこのグッドクエスチョン賞の発表は、うん、カプコン TV、うんうんうん、この番組の東京ゲームショウ2014特番で発表しますんで、特番で、特番です。あるのね。ありますね。すごい、どうでした、寒い、寒い寒いちゃう。なにこれ、なんですかこれ。これがそのキャンペーンでもらえる商品です。これもらえますの。これもらえます。うわ、これめっちゃいいやん。うわ、かわいい。プレウス装備ですね。すごい、うん、かわいい。これめちゃくちゃ頭のところすごいリアル、ね、これリアル、ね、リアル、うん、うわあとこのキャミーのフィギュアとかも商品でもらえたりします。キャミーもらえますの、はい、うわあ、欲しい。橋本さん入ってもうた。キャミーによってた橋本さん入ってもうた。これもう書いてもよ、うん、あ、もう入ってこい。あー、これを、あ、入ったね。楽しいね。ね、うん、最高の状態続いてますから。ね、最高の状態が。いいピークずーっと続いてますよ。続いてますよ。これ楽しみですね、実際ね。で、まあ、キャンペーンぜひ参加していただいて、はい、で、まあ、TGS もあのモンスターハンター 4G とか、うん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 、バイオハザードリベレーションとか触りますので、うん、ぜひ来ていただければと思います。しております、はいはい、以上カプコンニュースでした。はい、では今日もあのコーナー行きましょう。はい、モンハン情報局。イエーイ、よし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 、移動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 、よし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 、よこしょーどーはい、お待たせいたしました。今日も来てくれましたよ、みんな待ってたよね、この方が来てくれるぞ。10月11日土曜日発売予定、任天堂 3DS 用ソフトモンスターハンター 4G の辻本良三プロデューサーです。どうぞ。待ってた待ってた、いやー、おかえり。もう待ちましたよ、今日も。今日も待った。今日も待ちましたよ。今日も待った。長かった。序盤出てましたね。序盤出てました。あれ、ゴージャスさんまだいたんですね。ま、ゴージャスまだいたかっすね。まだイタリアそうです。ここイタリア長渕ですね。なんでなんで説明したい。説明したい。イタリアっていうのはじゃあ説明してる間に、ルーツの形によく似てるよっていう風になってる。あ、そうか。っていう、賢いねっていう笑い。結構深いですね。深いね。じゃあ現場にお返しします。ショコラのボケ潰しですね。笑顔で潰していきますから。許しちゃう。はい、というわけで、改めまして、正統派プロデューサーの辻本です。おお、来た。真面目にいきますか。今日はね、今日は真面目じゃん。今日はね、やっぱりね、いろいろ言うてもらわなあきませんから、これ。そうですよ。やっぱりなんかお持ちですか、情報は。今日はね、うん、ちょっとね、今まであったじゃないですか、よくこう
最新情報を、うんうん、ありました出せ出せっていっぱいコメントいただいたじゃないですか、はいはい、持ってきたよ今日は持ってきた持ってきましたよいやついに持ってきたよついについにって変ですけどねいやおかしいついにって変ですけど、まあね、持ってきました、うん、持ってきてくれましたかなんとしかも物もあります今回はですね先日、任天堂さんから発表されたの知ってますいや知ってますよ知ってますよニューニンテンドー 3DS と、はい、ニューニンテンドー 3DS LL、はい、これがなんと10月の11日に発売なんですあれおう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 おあれ10月11日あれ10月モンスターハンター4G の発売日は10月11日あれ一緒ですね一緒一緒一緒ですね一緒あ一緒ですねええ合わせたんですかいや一緒ですねたまたま一緒ですね偶然ですかね天文学的数字のあれですよそうたまたまやたまたまでちょうど発売日が一緒なので、うん、このですねモンスターハンター 4G のオリジナルデザインの 3DS のこう同梱ソフトと同梱したやつ発売させていただこうと思ってまして、うんなるほど、来ましたこれどんなんかと思うじゃないですか思う、もうどんなんやっぱりね、かっこよくなってるんですよ、今回え、わ何もうものすごく気になるわものすごく凍ってまうな、これ、ね、絶対凍ってまう見せましょうかええこれ意味ありげんに持ってきたこれ、怪しいでしょこれなんかお出かけ帰りみたいになってる女子がランチの時ちょっと待って、何え、こんえ、ここにえちょっと待って、見れたらあかん、線も貼ってあったからちゃんと下でゴソゴソして下でゴソゴソしてよ、下でいくよえわ、厳重におー、ちらおー、来ましたおー、かっこいいどうあ、こう、あ、えこういう感じなんや、うん、光沢がね、光沢とかをしっかり見通せるんですよ、うん、実物でいや、めっちゃかっけこれ、え、うわ後ろもあるよ、後ろ後ろも見してほらほらいや、これは、このなんかわかるこのほらこれ光で光線と分かれへんよね、うん、かっこいいでしょ、これメタリック的なほら、うん、なんかちょっとね、こうやって持ってるとちょっと仕事できる人みたいですよあ、ほんまやろシステム手帳普段はコントばっかりしてんのにいやいや、そんなことないそんなことないですそんなことないお、かっこいいこれあるだけですごいですねこれ特別に中も見せていいって言われてるんで、うん、何言ってんのいいんですよえいいんですよニュー 3DS のポイントほらえ本当にあほらいいんですかざわついてますよ大丈夫大丈夫僕が後で謝りますからスタッフさんがざわついてる大人がざわついてるってなってる本当に大丈夫ですかはいこれ特徴はこれほら、はい、シースティックうんここにあるんですよこれわあちっちゃいけどあるわ待望の、うん、そしてボタンもですねほら ZR と ZL っていうのもここに増えたほんまやえへぇーこれすごいえ、これカートリッジどこからいるんですかこれカートリッジはここです、ね、手前側ですねもうこれ以上はダメです僕はこれ以上はもうあまりすごいですねもうごちゃごちゃ言わないでくださいね突っ込まれていやいやいやもう十分言わないですよ、ね、だって今みんなビビってましたもん山田さんがねダメだあそこを開かせちゃダメですよってずっと言ってたいやいやこれを出すのもみんな緊張してたのにみんな今マジでビビってましたから多分ね明日いろんなとこ行けますね怖っこの情報番組でねまだまだちょっと待ってくださいよでこれがニュース任天堂 3DS の LL ですはいでこれいいわこれ欲しいニュー任天堂 3DS の、うんうんうん、もう一個の方あるんですねえそれもちゃんと大丈夫ちょっと隠しとくでもちょっとそれが見えへんやろこれがそうか、うん、そうかでそれがですね、うん、ですねちょっと待ってね、はい、ちゃんと段取りでいきましょうね、これね、うん、ちょっとね、ほんとにみんなドキドキしてるそれの特徴が、うん、着せ替えプレートって言って、はいはいはい、まあ、着せ替えみたいにできるんですよ、うん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 、で、それがですね、モンハンバージョンも作ってまして、うん、クックとプーギーの、その着せ替えができるデザインなんですけど、はいはいはい、それもなんと今日え、あるのあるのマジっすかほら、かわいいうわぁかわいいはめた状態ですねいいこれ今ハマってる状態ですねこうするあぁほら服着ちゃったこれはやばいこれかわいらしいわこれ、うんうんうん、
可愛いでしょ。めちゃくちゃ可愛い。はい。フーイの方ですね。だって四十一の僕が見てもやっぱ可愛いもん。うん、これはもう四十一。女子が絶対。女子が絶対ね。大好き。女子。これやっぱフーイバージョンで、うんうんうん、あのでしょ。こちらがまあ。このような形ですね。これがクックバージョン。これはい、はい。まあこういうような形で、あの皮を着せ替えできるんですね。はい、これが特徴なんです。このいやこれ楽しい、楽しいなこれ。開けた状態の時はもうこういうにこういう絵なんですね。だからこれそう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 です。上と下ですね。上プーギーで下がクックとかでもね。ぶっちゃけできます。できますね。できます。できます。個性をね、個性を、うん、個性を出せばね。でこちらも10月の11日発売です。へえ。これ迎え見せきましょうかこれね。いやいやいや。今からこれよう見せるわ。ようさん見せはるわ。もうクックOnTVは新情報出していきますよ。いや怖い、もうほんま言うといて、もうラインとあかんライン言うといて、もう。全部欲しい。辻本さん、その表のマークは、あ、これね、ヒットハンターのマークなんですよ、実は。あー、こっちかな。カーリバルとかのスタッフ、はい、Tシャツで胸にこれ実は入ってたんですね。で、今回から出してるあのマークなので、はい、何だろうと思った人もいるかもわかんないですけど、実はそうなんです。はぁ、これね、かっこいい。これかっこいいな。いや、これかっこいいっす。改めて。かっこいいっすね。いや、これかっこいいっすって。仕事できる人みたいです。いや、もう分かった。仕事できるわ。こんだけこんなんバーン出しといたら仕事できる、できる。知ってる。さすが。ちょっといい感じ。さらにかっこいい。でこれちょっとかわいいです。かわいい、かわいい。うわ、すごい。うん、かわいい。ちっちゃいポーチ見てみて。ほんまや、かわいいでしょ。うん、これかわいい。かわいしたやねん。じゃあ、かわいいのはかわいいって。でしょ。いや、ほんまに思うもん。これ新情報。いや、すごい。これは来た。どう？いや、すごい。あー、これはいい。これは欲しい。今日でよかった。今日でよかった、これ。今日でよかったのよ。だからゴージャス読んだんやから。ねえ。今日はゴージャスでしょ。いや、ゴージャスでしょ。もうこっちがゴージャスも。ほら。ゴージャスだろう。うわあ、お前袖とですよね。あかんねえ。サンミュージックだから大丈夫です。そういう問題ちゃうわ。そういう問題ちゃうわ。大きい事務所ですけどね。じゃあちょっと待ってください。これね、結構大事なものなんで返しますね。いやいやいや、それもう下でやってください。じゃあこれちょっとスタッフさんに。もう気になるわ。はい。はい。いや、いいもの見れた。すごい情報きた。先ほどお見せしましたモンスターハンター 4G のこれあのオリジナル仕様の。はいはい、ニュー任天堂 3DS LL と、うんソフトがセットになったやつ、これスペシャルパックとして、はいはい、税別で、25,600円で、これは当然ソフトと同日の10月の11日に発売予定ですと、いやこれ、はい、いうことです。ソフトはパッケージ版ですね。はいはいはい、はい、はぁ、これ欲しいなぁよねえ、はぁ、これはあの、ニュー任天堂 3DS、で遊びたいもん。そうです、早く、早く、こっち側に使ってたスティックで、まあ、カメラとかもいられるんで、ね、そういう やりたいよね、そういうの ね見せるだけ見せてね、うん、そう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 、はい、でということでですね、うんうん、ちょっとね、変わるかもわかんないですけど、うん、なんとですね、うん、今年じゃなくて今月といえばやっぱりねゲームの大きなイベント、東京ゲームショー、はい、ありますね。もちろんモンスターハンター4G 出展いたしますと、はい。でその後にカーリバルとして名古屋大阪っていう体験イベントをやりますよね。発表されますよね。うん、それやりますよね。でそこでなんとですね、マルチプレイの試遊台はニューニンテンドー 3DS で、さらにシングルプレイの試遊台はニューニンテンドー 3DS LL で遊べます。遊べる。おうわあ。入ってる入ってる。すごい。入ってる。来て。ちょっと来て。来てる。やったー。ちょっと来てほんま。え、体験できますよほな。あ、そうです。だからさっき言ったあのスティックの使い心地であったりとか、うん、あの体験してもらえるんで。うわー、おいで、はよ。来て来て。これはやりたいでしょう。これ多分一般的に触っていただくの多分初めてになる。いやー、すっごい。どんだけニュース持ってくるの今日。今日はすごいでしょ。すごい。トップみたいな。すごいでしょ。なってるもん。すげえな。ね。どうしたこれは。辻ピーすごいでしょ。今日はね、まだ出すことがあるので、まだある。ちょっと今のうちにいろんな人に電話して、うん、カプコン TV 見た方がいいよって言ってもらったの、ね、そう、今から電話して、ねね、普段電話せへん人に急におかしいですよね余計怪しいですよね。怪しい、はい、いやちょっともう今から見せてください。もう、はい、もう今からすごいことになりますからね。そうですよ、うん、
はい、どうぞお願いします。はい、うんうん、あで今辻元プロデューサーから、はい、口があったカーニバル第2弾なんですけども、はい、こちら参加枠を急遽増やしまして、はい、本日から9月8日月曜日のお昼12時までの期間で追加募集をいたします。おお、はい、名古屋と大阪の方ですね、はい、参加していただいた方にはもれなくこちらのオリジナルバッグがもらえますので、詳しい応募方法は公式サイトをご覧ください。今、コメの方に見えてますね。はい、見えてますね。うん、うん、というわけで先ほど言ったようにね触れますのでね、はい、なるほど。でさらにですね、ほうほう、東京ゲームショウとかそのカーニバル、うん、第2弾といえば、はい、目玉というとですね、うんうんうん、セルレギオスをいよいよプレイしていただけるというところなんですけど、そうですね、うん、今日はちょこっとだけしょこっとしょこっといや強引に持ってきたな。すごい、今こそしょこっと見れる、ちょこっとお見せしちゃおうかなと。おー、来ました。おります。大丈夫、ダメでしょう。ダメなんかい。もう権限で言ってください。いいのかな、いいか、行きましょう。もうそこ行きましょう。しょこっと行きますよ。しょこっと行くわ。しょこっと、よいしょ。今日は多いな。すごい今日。ちょっと今日は出すぎかもな。いやー、大丈夫かな。いいでしょう、もうこれ暴走最高って来てますけどね、次回に持ち越しますか。行くよ。さあ、ごめんなさい、これでもね、これ本当にね、あんまり出せないことを出すので、はい、ちょこっとだけです、本当に。ちょこっとだけ。ちょこっとだけご了承ください。ちょこっとだけね。だからちょこっとだけ。ちょこっとだけね。初めて実機で出しますよ。おー、しかも今、うまいことやってね。やばい。うまいことやるよ。出たらあかんとことか出したらあかんねんで。分かってるよ。緊張するよ、こんな。ちょっと緊張すぎだよ。いやいやいや、頼むよ。でも出ちゃったら仕方ないですよね、でもね。それも出てもたらな。それありかなしか言うたら。それってアルジェリア、ナイジェリア、それ。はい、じゃあお見せいたします。はい、探しといて。出してください。はい。まあこれはいつも通りの、いつも通りですか、前までも見せてるね。おほら、旧砂漠の、これ夜ですね。夜、うん、オリーブル。で、ちょっと行きます。何気にこれも初ですね。まあ、夜もそうかな。ね、うん、行きますね。中に入ったらもうセルレギオスがいますので、ちょっと動き見せたら終わりぐらいでいいですか？大丈夫です。え？いいですか？ちょっと、ちょっと、まあ。か、もしくは全く見せないか、どっちか。いやこれ全く見せ、アンケートで。アンケート取ります？アンケート取る。いや、もう早く行けってね。なるほどね。行きますよ。行きましょう。行きます。はい。でも夜いいですね。うん、何、月明かり。あら、おお、いる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 。あー、溶けて。うわ、怖っ。大丈夫。おら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 、おお、おお、足ごつ、足ごつ、すごっ。めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてる。かっこいい。ほら、緊急回避。ちょっと待って。え、もうちょっと攻撃出してくれたらやめます。だって結構長い間見せてるよ。長い、結構長い間見してるよ。ブロックを飛ばすんだ。お、あーあー、あかか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 、はい、終わり。あー、ハンターさんで終わり。あー、おー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 、ちょっと危ないって。俺も思います、危ない。危ない。うわすごい、危ない。ちょっとそっちも止めて、もうあかんわ。もうこんなえらいことなんで、ほんまぐちゃぐちゃになるわ。ハンターさんってもう言われましたもん、僕今。でしょ、自分が言われてみたら、ハンターさん危ないって。うわー、これ以上は出せないと。あとは TGS でね、実際に触れる、ね、あんまりね、やっぱり見せすぎると、うん、初めてプレイされるときに、うん、そうですね、ちょっとね、はい、対応がね、はいはいはい、驚きと言いますか、そういう、そういうね、感動もちゃんと、ね、サプライズもね、味わっていただきたいと思います。うん、考えてる。いや、今日はサプライズ多いわ、スタッフ一同よりですよ、これ。疲れますわ、僕。いやいや、こっちや。疲れたわ。超疲れたわ、ほんまにもう。じゃあ今日は、なんかもうみんなでガンガン行きますもう。じゃあ、こっからはいつもの。セルレギオスか、やりたいな。一応9月20日21日の東京ゲームショウでも遊べると。もちろんです。その時にセルレギオスも見れますよということですよね。はい、はいはい、
いやちょっと疲れたね。いや疲れましたね。疲れた。あと9月27日のポートメッセ名古屋、そして10月4日の大阪道島リバーフォーラムで開催されるカーニバル第2弾で、皆さんも遊べるということでございます。しかもニューニンテンドー 3DS ニューニンテンドー 3DSLL で遊べますということでございますので、豪華だ。ぜひお楽しみにという感じでございますね。豪華です。あどうしよう、マルチ行く、マルチ行こうか。ちょっと疲れたな、ちょっと一回、ちょっと休憩しよう。ほんま疲れた。いや疲れた。こんなに新情報出したことないね。いやほんまない。ほんでもう辻本さんは怒る人っているんですか。そりゃもろもろね、やっぱ怖いですよ。そうだね、かなめ君も怒るでしょ。そう、僕とはここで今終わったらもうすぐ帰りますもん。走って走って逃げる。もう電源で携帯も全部切って。いや今日は何しようかな。あのね、今までの使ってたロムバージョンあったじゃないですか、はい、イベントバージョン、うん、あれ多分ね、うん、もうね使わないんですよ。そうなのかな、多分これが最後になるので。これが最後なのね。でもザボアザギのアッシュを1回もクリアせずに終わるわけにはいかない、あのロムのためにも。あのロムのためにもね、そうですね。僕ら全然クリアしてない。確かに1回もちゃんとね、クリアしたいと思ってて、ザボアザギのアッシュをちゃんと、ゴージャスさんもね意外とうまいんで。いやそうなんですよ。だって僕はでも好きな気持ちの方が上回ってますから。だってあれですよ、はい、モンハンやりすぎてニュースになったぐらいですよ。あ、なってたなってた。前回の4が出た時は、ね、仕事が全くなかったんで、うん、もうそれをやってツイッターに上げることでなんかすごいテレビとかも出させてもらって、で首の皮一枚でつながって今ここにいるんですよ、ね。なるほどね、モンハン最高、ありがとうございます。なんかでも急に雑になったの。モンハンイコールゴージャスさんみたいなイメージあります。やっぱそうね。CM 決まった、 CM 決まった。いや決まってない、決まってない、決まってない全然決まってない。お前何言うてんの。むちゃくちゃやん、人の意見が。あのウェブラジオでやってるあの、はい、両園の部屋っていうラジオなんですよ。それも来てもらったんですよ。超盛り上がったんですね。めちゃめちゃうるさい。神回、神回です。神回、神回、神回、神回。何回も聞きましたもん、自分で。自分で聞いた。自分でもっと仕事しなさいよ。自分の声が好きなんですよ。でハンターランクなんぼなの。僕190ですからね。すごいな、月収それぐらいでしょ、大体。ファミ通ドットコムでハンターランク999への道みたいなのやってませんでしたっけ。あれがですね、ちょっとですね、まあちょっといろいろ。なんかあったんやな、これね。難しいんですよね、難しいんですよ。いろいろあるよね。で頑張ろうと思ってね、もういろいろ何、いろいろ何、そっちの情報は全然出してくれてええから。いろいろちょっとね、やっぱ僕も忙しくなってきちゃって。あらね、こうやってゲーム忙しくなったこれですよ。違うんですよ、忙しくなったら。僕はやっぱモンハンもうモンハンってタトゥー入れようかなと思って、ここにモンハンって。あ、すごい。あ、入れてんの。ツイッターであげてや。期待してます。うん、カタカナでモンハンやで。マジックでいいですか。あかんのはもう。こういうやつは彫刻刀でグーッ、丸グーってやって。じゃあアンケート取ります。なんか絶対入れなあかんよな、ね、そんなもん。ああ皆さん、はい、今日はですね、はい、これからやってもらうんですけども、そうですね、ザボタン。もちろんです。ザボタン、はい、ザボタン、はい、今日、討伐できなかったらさすがに、視聴者の皆様に申し訳ないので。確かにね、はい、もし失敗したら、うん、カプコン TV 特製の元気ドリンクを飲んでもらいます。え、罰ゲーム？罰ゲーム。え、僕初めてなのに。もろとも、もろともです。特製カプコン TV 特製の元気ドリンク。ここにいる人すべてが、ちょっと待って、私は飲まないですよ。え、仲間じゃない、仲間じゃん、全員、全員。え、全員。ほら見てみ。自分で言うといて自分も飲むんや。聞いてない言うてないねんて。ちょっと待ってくださいね。僕と、2人は普通に社員ですよ。そうですね、社員ね、カプコン社員ですね。だから芸人さんじゃないですよ。芸人じゃない。罰ゲーム受けなかったんですか。芸人じゃないからこそ罰ゲームちゃう。じゃあ分かりました。じゃあ僕飲みます。あ、ほんま、どうぞ。あのすごい、あー、あの権利フリーのやつ。あー、じゃあ僕も。じゃあ僕も。じゃあ大丈夫。え、飲みます。
どうぞ。これ面白いですね。面白いよね。誰のやつって面白いですね。これ面白いよね。面白いんですよ。でこれ被ったら負けとかね。どうぞね。これ飲むのか。飲む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 。マジか。最近最近この番組のね扱いが悪い。ひどい。扱いがひどい。ちゃうねん。何でもやれっていうもんだって。だっておもろいことを言っていくからそういう風に流れ込んでしまうのよ。ね、関西人ってそういう風に。そういう風に見える。それはダメですよ。ダメでしょ。明日会議とか大丈夫？明日会議は休みましょうか。これ場合によっては。あかん。でも元気努力の元気になりますからね。そうです。元気になるやつですもんね。素材だけ見せてもらっていいですか？ちょっとどんなやつなんだろう。どんなやつ？それを全く見せてくれないですよね。見せれ。いや自分も飲みやそれやったら。ね。数が足んないです。うるさいやろ。お前のさじ加減やないかお。アンケート取ります？はい。今日もクリアできるかできないか。うん、制限時間内に、ね、討伐できるかできないかのアンケートを取りたいと思います。これガチでやろう。はい。アンケートに正解した方の中からおじゃん。あら。これはモンスターハンター4お供アイルーズ館パズルですね。これおかわいい1000ピースのパズル。1000ピースのパズルこちら1名の方にプレゼントします。難しいでしょうね。1000ピースだったらこれは難しい ね。かわいい。うん、かわいい。これはどういうアンケートになるのかな。討伐を成功するか失敗するかですね。制限時間内に討伐できるか、うん、できないかな。はい、おスタート。15分でしたっけ。そうです。これポイントはね15分って言うまで制限時間を今言わなかったからどっちを取るかですね。でも15分です。15分って結構難しいですよ。難しい。いやもうこれ黙ってやりましょう。本気でやったらね。本気でやろう。トークなしでも今日本当に本気でやろう。本気でやりましょう。今日は本気ですよ、ね、ほんまに、うん、結果どうなってるでしょうか。じゃじゃん。おっ、おほぼ半々。おこれは信用していただけてますね。うんうんうん、うんうん。これでも本当にさっき言った通りにこのバージョンで多分今日で終わるので、これ最後多分ね。うん、これでもしクリアできなかったらザバザギラーシュをクリアするシーンは一回もカプコン TV ではお見せできないっていうことに。そうですね。これはおかしいですよ。やっぱり情報番組としてね、ちゃんとしたものをちゃんときっちり決めたいところですね。じゃあ行きますか。行きましょう。皆さん武器的には、いやどうします、リアルに。スジピーはこれでもなんか新しいとか見せるといえばちゃんとクリアを目指せばいいですよね。そうですね。僕ハンマーしか。おハンマーね、はい、はい、ゴージャスさんも僕スラッシュアックス。おお、それそれどうしよう。俺肩、僕はじゃあ総中コンでいきましょう、うん、おオッケー。じゃあ体験かな。体験。おじゃあ行くで。うん、片手でもええな。どれがええんやろう。もうあかん、ものすごく気になる。体験でいこうかな。どれがええ。誰に言ってる。独り言です。じゃあ行きます。あ、人から行こうぜってことですね。はい、行きます。人から 行こうぜ。これ早者勝ち。早者勝ち。ちょっとね、豆腐喋られへんようになる可能性が大ですけど。行くよ。行きましょう。間違えた。皆さん逆です。逆。逆よ。辻P画面。ん？僕の画面ですか。今は。そうですね。ショコラちゃんもうちょっとグイグイ言ってもらって。何静かすぎるって。喋れへんから。なんで喋らなあかんの。真面目にやってんねんね。何喋らなあかんの。みんなどこ？はい。見たくない。こっちか。ゴージャスさん迷ってる？こっちですね。ゴーちゃん迷ってる。はい。あ、はいはいはい、わかった。タバタン。タバ本気でやってますからね、本気で。乗りますか？乗ります。乗っちゃった。お。もう平井さん全然喋ってない。一回ちょっと乗るとこ。失敗した。あれ。いた。おお。平井さん生きてますか？生きてるよ。頭いきますよ。生きてる。うん、暴れますね。めっちゃ暴れるな。いた。行きます。はい。あ、そっか。そうか、そうか。え、何？平井さん、ちょっと独り言みたい。平井さん、すごいガチガチ。あ、ごめん。あー、しまった。当たってない。おっ、こい。よし、ナイス。今よかったですね、今ね。よかったでしょ。今よかったですね、お客さん。見てました。いやー、じゃあ、
なんでガチで何が悪いですか。だってなんかすごい嫌なやつ飲まなあかんやろ。絶対変なの作ってますよ。あのスタッフさんが今準備してる。なんで準備してんの。元気ドリンク怖い。怖い。あ、やばい、やばい。おー、すげえ。いや、うわうわ、くるくるくる、こえー、くるくる、危ない。おー、すげえな。めっちゃ怖いこいつ。音声なしで楽しんでいただいても頑張りたいですよね。お前何ちゅうこと言うねん。面白いこと言ってって どういう状況で言うたんやの。面白いこと本当に。ゴージャスさん、なんか面白いこと言ってください。怖っ。まだ助かる、まだ助かる、うん、まだ助かる。言わないバージョン。言わないんかい。言わないバージョン。静か、めっちゃ静か。いや、ここはもう画面を見ていただいてね、うん、みんなそう思ってはるよ、見てる人も。怒っちゃったよ。あれ、なんだ、見てる人も思ってるよ。そりゃ黙るわな。皆さん応援してくれて。あいつらほんま下手なんじゃないかと思われてもね。うん、いやいや、もうほんまにただでさえ俺言われてんのに。チジピー頑張れ。いやいやいや、ありがとう。チジピー頑張れ。まあ、どうだろう、優しいですよ、ちょっと。あ、そうか、チョコラちゃんもう負けたら。そう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 、飲まないと。取りました、ナイスナイス。あ、今ゴージャスさん画面です。あ、私、私、そう、あ、僕の華麗なる小石の使い方を。行きまーす。オッケー。うわ、そっち向きたい。やっぱそうか、そっちがいい。どっか返したい。どっか平井さん来て。どうしよう、どっこじゃー。オッケー。おー、おいおい、これもう3分ぐらいで終わっちゃうんじゃないか。あ、本当ですか。嘘です、ごめんなさい。あぶら、こっち見て。無言、無言。よいしょよいしょ。うわー、いった。これはいい。大丈夫、もう絶対全然喋れへんからね、絶対。ゴージャスさんどうですか、ザボタン。まだ助かる、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 まだ助かる。言わんバージョン、言わんバージョン、言わんバージョンもあるんですか。言うバージョン、さっき言っちゃった。あー、もうちょっとヒットさせなかな、これ。ヒット率が低い。やばい、さすがゴージャスさん。ちょっとまだ助からない、そんなこと助からない。ちょっとおい、物理的な邪魔やめ。負けした。いやいや、普通に揺らすってどういうことやねん。普通にダメです、ちょっと僕仕事かかってるんですから。やばい、ストロングスタイルなんですよね。ストロングスタイルですよ、これは。ひどいな。先行いくで。おい、かっちょいい。ガチや。ルナさんも頑張ってください。先行いたよ、うん、まだ助かる。ちょっと助からなくなる。おい、ダメなやつ。スタミナ切れたよ、竹下。乗りました、ナイス。ナイス。物理的に邪魔するってどういうことやねん。もうそんなんする作戦とかありますか。作戦はね、頑張る。頑張る。頑張る、頑張る。ちょっと誰ですか、あれ。ちょっと今、もうダウン取ったんですよね。誰や、今肉焼いてた。あ、ゴージャスさん。ゴージャス。やっぱこういうところもね、見てて。それはもう今まで散々やってきた。あ、やったんですか、これ。あ、逃げた。え、あ、逃げました、ね、あ、逃げた。もうやった、そうやった。平井さん、はい。次のエリア。例の。みんな行きましょう。次のエリア、もしかして。平井さん。え、平井さん。何、頑張りましょうね、次もね。頑張ろう、頑張ろう。来た。あ、ちょっと待って。ん、言うの忘れた。はい、何、道をみんなに示すの忘れてました。おー。どこ行ったよ。どこいるんですか。わからんでしょう。わからん。移動してもうたから。わからへん。はい。ちょっと待ってくださいね。何ですか、うん、これちゃんと松明伝えて明るくしてますから。わからんでしょう。ちょっと真面目にやってくださいよ。真面目にやってますよ。真面目にやってますよ。笑いも欲しいって言ったでしょ。あれ
あれ開幕ぐらいしか笑い取れないですよ。生肉に沿ってきてください。ちょっと肉ある、肉あるで。ほら、まあ、こっちこれ、わか、あ、この次、あ、この肉あった、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 次これ、あら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 、うわー、めっちゃわかる、辻ピーこの先行ってみよう。行こう行こう。時間しかもこれ、そうこうしてるうちに捕食時でこれ、スタミナ回復しちゃいました。ちょちょちょ、やばい。ゴージャスさんの、うん、はい、なんか目の星ってなんか意味あるんですか？はい、いや、こういう顔してるんで、僕はそれ顔なんですか？それ顔ですよ。うわ、これケツじゃないでしょ、これ顔でしょ。うわ、エビアイドした。あー、わーお、まさかの粉塵のもか、まさかのエビアイド。粉塵のもか、粉塵、平井さん声取っちゃう。やばい、エリア移動してもらう。やばい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 、ちょっとそっちね、これ 3D 画面ねえ、あ、飛ばすよ、行って、よっしゃ、どっかじゃー、もうちょい飛ばすよ、あーか、ちょっと遠いし、よっしゃ、行け、よしよし、よっしゃ、やっぱ喋ってないし、喋らなきまへんか、はい、これ、よしよしよし、私よ、私、うるさいな、どう、ショコラちゃんどう、ショコラちゃんどう、ええやんけ別に、誰、どう、ジャスゴ、ジャスゴ、いいと思います、ゴージャスさんいいと思います、よし、行け、頑張れ頑張れ、おお、危ない、このまんま俺黙ってたら刈り取れるらしい。え、いなくなるの俺、もう最悪やん、家から見るわ。あれ全然、うわちょっとこれいいペースよ、討伐できへん、大さん刈り取れますよ、刈りが、ええねん、もう家から見るから。みんなが楽しそうにしてたらわしはそれで十分じゃ。あ、外した、お、見えない、罠、落とし穴誰持ってんの、落とし穴持ってきた、誰か落とし穴持ってきた、わざま、それ俺の面白いやつ、それ俺の面白いやつ、あれ竹下何してん、おい竹下やめろやめろやめろ竹下、おい、やめろ、おい、サンミュージックが黙ってねえぞ。え、どっちの部門やねん、どっちの部門や、あれあれ、罠張った、罠張りました、移動したっす、あー行ってもいや、でもあの、しびれも置いてあるんで、こっち、あ、超端の方に、うん、サンミュージック、ここ芸人部門とアイドル部門とかいろいろ分かれてんね、やっぱり分かれてんすよ、あ、サンミュージックはベッキーと竹山さんで持ってますからね。何の話？あ、いたいたいた、お、あれ閉めた、あれ、まだまだまだ、もうちょいもうちょい、あ、来た、引っかかった、でも俺もやばい、あと時間どのくらいだろう、あと5分、あと10分って先出ますね、あと10分、あと10分、そんなんあるんですか、まだ結構いけるぞ、お、飛んだ、これはいかさんとなぁ、あ、これしかも制限時間これ20分になってるじゃないですか、20分ですね、怖、15分じゃなかった、20分、よかった、20分やったら余裕でいけますよ、余裕でいけるわ、余裕で、あ、え、誰、辻ピー何してんの、これ今回あの落ちた時に、うん、オートチャットでごめんなさいとかっていうの言ってくれるんですよ、うん、あ、それをね、やっぱり、ね、やっぱ見せるために、何回もやった、それ何回もやった、何回もし、これ初出し情報じゃない、違う、もう、もうめっちゃ出しまくってる、それ出した、お、乗った、さすが辻ピー、今の間来て、行く行く、サクサクやっとくから、うわ、怖っ、よう暴れはるわ、これ暴れるくんや、あ、繋がる、うわわしら繋がっとるで、ユーザーとわしらは常に一緒や、触れますよ、来んな、あ、よしよし、来た、行ったらんかい、これ制限時間20分になってるので15分の針になったら終わりにしましょうね、ちゃんと、うわ、めルール通りにね、うわ、すげえ、さすが、しっかりしてる、こういうインチキはダメです、インチキとかじゃないのに、インチキじゃない、リアルにそれぐらいかかるんじゃないかな、どうやろう、いけるいける、ほんま、
悪くない。いって、ナイス。うわ、怖っ。うわ、ぶね。出すんじゃねえかな、これ。また？あ、いた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 。どっち？どこ？あとね、3分弱あります。3分弱？あ、いいとこに行ったわ。やばい、頑張って。うん。討伐して。やばいやばい。今日はショコラにとってすごくホットな日になるかもしれん。ホットな日。飲みたくない。どうも。リンゴ。ごめんな、なんかあったら。おお、危ない危ない。なんかボソボソ言っとる。平井さん。はいはい。何？ちょっとついてきて。どこに？俺に。え？どこ？上？こっちかいな。え？どう？え？やばい。ひなえさん。何？青い採掘ポイントがありますよ。うそやろ。ほら。どこ？ここ。ええの取れるかもしれない。ここ？うん、行くよ。うん、行こう。ピッケルあらへん。あらへんのかい。ゴージャスさん見てないですかね、もう。気にしてないですから全然。ショコラが急にイラッとなってる。なんかね、これやらんとね、最新情報出すよりこれやらんと落ち着かないですよ。それが芸人や言われるとこです。落ち着かへんよ。画面が僕だからあんまね、変なことできないんですよ。よし、よし、行こう。これでクリアすればかっこいいですね。かっこいい。やることは全部やったね。やった。おーすごい、すごい、すごい。ほら、やった。よっしゃー、つじべ、つじべ、つじべ、イエーイ。間に合った？間に合った？間に合ったよ、今の。間に合ってる？大丈夫、大丈夫。よっしゃー、ガチ、ガチねえ、討伐成功や。うわ、嬉しい。しかも、やりたいことも全部やった。ねえ、全部やった。で、最後、ちゃんとあのエリア間に合った、あの一撃食らわした。あ、目の前行ったら終わった。やった。あの採掘ポイントからそうそうそう行ったら、おおーよ。ドリンクのちょっと見せてください。そう、見せてよ。こんなちょっとしか入ってんのがおかしいもん。え、なにこれ。これなんじゃこれ。ちょっとなんか、なにこれ。これ絶対危ない。なんだろう、なにこれ。あ、何も匂わない。いや、え、なにこれ。本当に匂わない。いや、そういうのが一番危ないんですよ。でも顔、いやいやいや、見た今の。ちょっと、え、マジで。無臭無臭。え、でも飲み飲みって言われてますよ。何？うわ、何これ。何これ。味ください。あか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 。味ください。何これ。味の情報ください。え、何これ。酸っぱいんか、なんかようわからんから。何これ、大丈夫これ。これ何。元気ドリンク。お前元気出んのこれ。飲んだらんかい。ちょっとぐらい行きましょうかね。行きますか。味見よ、味見やで。なんか何これ。うわほら、辛っ。めっちゃ辛い。辛いめっちゃ辛い。情報が錯綜してます。ほら、あかんわこれ。分かんない。5つある。誰が行くの。これ誰が行くの。一人ずつここ来て飲んだよろしいが。スタッフですよ。スタッフさん。あ、うん。ちょっとこれやばいね。カメラを俺が寄るから。辛かったぞ。通りかかった野中さん。うん、野中。なんで？お久しぶりです。お久しぶりです。ごあまから、ごあまから買ってきて。人から行かない。普通にスタッフ行ってますねこれ。ごくっと。お。何何何が入ってるの。いや、こんなの飲ませようとしてたの。いやいやいや、嘘でしょ。ノアさん、どうですか。おいしいやん。おいしい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 。うわ、やだわ、やだわ。え、でもなんか、今日せっかく…何違うんですよ、僕は本当に。おいしいですよ。僕は本当に痛いのも嫌だし、なんかそういうまずいのとかとかそういうのも嫌だし、混ぜるとかも嫌だし、いやいや嘘でしょ。いや増えとるやないかよ。自分増えとるやないか。これでも結構危ないと思うよ、本気で。いやえ、ちょっと待って、これちょっと待ってくださいよ。これはでもほら、飲んだ2人、ね、これわかんのじゃ。ちょっと
これいけ。あ、でも また人気出ちゃうな、ゴージャスさん。行く？あ、人気出ちゃう。すごいな。行く笑い欲しさにやめろ。さあ、スタッフが今、大量の水を用意しております。じゃあ、行きますか。そんなやばいのか。だいぶやばいよ、これは。ライムとかないんですっけ。かっこいい、おしゃれ。まずちょっとおしゃれにいってる。じゃあ、やっぱサンミュージックなんで。ルネッサーン。あー、やばそう、やばそう。はぁもう飲むわ、そんな。辛いのこれ、酸っぱいの。わけわからんやろ、お前。今でしょ。壊れた、壊れた、スイッチ入った、スイッチ、スイッチ、スイッチ入った。いやいやいや、すごい、平井さんがカメラやってる。でも、これすらお前怪しいと思ってます。飲んでみ、飲んでみ、飲んでみ、飲んでみ。どう？うまい。セーフ、セーフ、それ大丈夫。いやー、遊んでるやん。めちゃめちゃ帰ってきなさい。これ危ないね。いや俺ちょっとでも結構来てたんで。いや唾液が止まんない、今唾液が止まんないから。それ同じですね。ただ3倍止まんない。3倍止まんない。すごい。これ何なの。シャーですよ、シャー。なになに、どんな味ですか。辛いね、本当にね。辛い、痛いの、飲んだ瞬間がもう。これ何だったんですか、結局。これ何だったんですか、これ。これ何、何なんなの、何なの、君たちは。おい、サンミュージックが黙ってないぞ。お笑いの方やろ。いやー、うわー、ようこんなん飲むわ。すごい味してたよ、これ。やばい、うん、いやー、結局討伐は成功ってことで。成功でしたね。よかった、うん。そちら選んだ方から1名選ばせてもらって、うん、はい、じゃあなんで飲んでんだよこれ。俺はなんで飲んでんだよこれ。どういうことなんだよ。なんかちょっと体が熱くなってきた。元気出てきた、ね、元気出てきた。冬場にね。よかった、皆さんも。いやー、よかったですね、まあ、というわけでちゃんと討伐できましたけど、うん、こうね、あの頑張ってあんなドリンクも飲んでくれたゴージャスさん、うん、あのモンハンとね、いろいろね、つながりが実はあって、はい、あの、はい、さらにですね、うん、モンハンのですね、あのゴージャスさんに実演も出演してもらっている、はいはい、うん、トークバラエティの、うん、動画を作ったんですね、うん、はい、で、モンハン芸人訓練所というやつなんですけど、はい、出てますね、今出てますね、はい、本日から公開してます、うん、本日から公開。モンハンがまだモンハン知らない人もたくさんいるということで、うん、今回その知らない人の代表ということで、うん、ピースの綾部さん、捕まってる、捕まってる、こちらの方をですね、連行いたしまして、モンハンの良さ、素晴らしさを一から叩き込むというね、で、モンハン芸人のやっぱり、次長課長の井上さんとか、うんうんうん、あとはスピードワゴンの小沢さん、うん、あとは浜カンとかいろいろね、うん、もうゴージャスもいますよ、うん、で、そこで、MC が麒麟の川島さんもモンハンやってまして、みんなでモンハンの良さを教えるというね、普通本当に5分ぐらいの番組ですって言われたんですけども、収録がもう40分ぐらい、うん、で、うん、編集どうなってるのかこっちも分かんないんですけども、なるほど、ね、すごい楽しい番組となってますんで、よかったら見て、全数回に分かれてます。あ、これはもういっぱい見れるわけですね、はい、何回も何回も、だから本当に実は綾部君が、うん、あ、ボンハンっていいですねって言うまでずっと何回もやるんですよ。ええ？え？いいんですよ、いいんですよ。合ってますよね。合ってるよね。もう一回酸っぱいのもらっていいですか。調子がおかしな、調子なんて、おかしなっていいか、おかしなって、ね、これモンハン部で見れると、モンハン部で見れるんですね。あ、これ楽しい、これね、ほんと面白いですよ。見たい見たい。ゴージャスさんも面白いですね、はい、うん、ゴージャスさん面白い、面白い、面白い。どんな国を指すかね、交互期待ですよね。なんか舌大丈夫、大丈夫、舌が締めてる、舌大丈夫、舌大丈夫。それよりも唾液がとどまることない。そうでしょ、とどまることないですか。もう今日はもうこのままエンディングいきましょう、もうね、はいはいはい、ゴージャスさん今日はありがとうございました。いや、もう最高の状態ずっと続きましたね。だからやっぱピーク続いてる ね、 ね、うん、なんかお知らせある、うん、なかったらもうやめるけど、あ、私ゴージャス、うん、10月の、15日ですかね、うん、売れます。別にテレビとかないんですけど、そこをめどに売れようかなって。あのドリンクだいぶ危ないですね。危ない、危ない、だいぶ危ないですね。元気大爆発、通り越してもらうね。見て、ショコラのこの顔、入れ替えてもらっていいかな。笑いが取れるんだから、笑いが取れるんじゃないですよ、ね、もう本当にいい加減しなさい。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ橋本さんから何かありますか。あ、そうですね、一つだけ、うん、あの先ほどのニュースコーナーで、はい、大逆転裁判の、あの公式サイトが、はい、更新
っていう話があったんですけども、うん、はい、ちょっと更新されてるようですので、気になる方がいたらぜひチェックしてみてください。うん、はい。はい。なお、うん、来週9月11日は、うん、大きな更新がありますので、うん、はい、そちらもご期待ください。よろしくお願いします。楽しみでございますね。ぜひチェック忘れないでください。はい、さあ、この番組次回は、いつ放送になるんですかね、ショコラちゃん。はいはい、次回はですね、うん、東京ゲームショウの会場から、あら、はい、9月20日と21日 TGS 特番と題しまして、はい、2日間続けて生放送でお届けします。はい、うん、番組詳細は番組公式ページを随時更新していきますので、はい、そちらをチェックしてください。はい、いつもと行けば出れるんですね、はい、ね、どうだろう、それはどうだろうな、大人のやっぱり、ね、そういうのがありますけど、これ飲んでね、いやもう、なんだろう、もう地獄みたいな、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 これしょ、これ地獄みたいな、かわいい顔して、すごいな、これ悪魔みたいな、こうやって地獄って、その場所全部やから、ね、集約したよ、ね、地獄みたいな、地獄みたいな子だな、あんたはもうどんな表現やねん、何なんだ、一体こうじゃ、そかしなっとるから、ちょっと面白い、やばい、涙が出てきました。いや、なんか面白くなってきましたね。うん、ショコラ地獄って書かれてます、はい、曜日が違いますので、いつもと、そうですね、はい、うん、気をつけてください。はいはい、はい、また番組の公式ツイッターでも情報をお知らせしますので、皆さんフォローお願いします。お願いします。アカウントはアットマークカプコンアンダーバー TV、 アットマークカプコンアンダーバー TV です。はい、はい、まだまだあのツイッターではですね、いろんな企画募集しております。皆さんもやってほしい企画や感想などがございましたら、ハッシュタグシャープローマ字大文字でカプコンアンダーバーローマ字大文字で TB をつけてどしどしご応募ください。番組で紹介させていただいた方には、今回は、こちらの素敵なストリートファイターとハードコアチョコレートのコラボ T シャツ合気バージョンをプレゼントいたします。裏もあるんですか。はい、これおお。こちらでございます。すげーかっこいい、これかっこいいんですよ。これあのプレゼントいたしますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日は長い間面白かったですね。面白かったですね。もう怒涛の情報ラッシュからの、そうですね、なぜかゴージャスが激辛であると、ね、うん、でも飲むとウケるんですね、やっぱね。そこ飲むとウケるんだと思って、いや今日本当に長い間ありがとうございました、ね、またね、あの、うん、カプコン TV はね、新情報とかもね、出していけたら出していきますんで、出していけたら出していきますんで、出していけば出していきますんで、はい、で、こっちばっかり罰ゲームないからね、そっちも行くからね、なんやねん、その顔、来い、かかってこいの顔、怖え、俺も飲むからな、結局ね、結局、ウケるから、そうです、ウケるからね、飲むとウケるんですよ、いや、そんな目で見られてる、すごい目で見られてる、涙目なんだ。いやもう今日は本当にあのね、はい、あの見ていただいている方も長い間ありがとうございました。ありがとうございました。次回は東京ゲームショウの会場からカプコン TV をお届けしたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。そろそろお時間でございます。皆さんさようなら、バイバイ。つながったぜ、今日もスタッフとは溝ができたぜ。やばいぜこれ、終われないじゃん。